してますか？ホッとしてる。ふうと言ったので。あ、ホッとしますね。あら。ラジオドラマの入稿が終わって。今日は何時ですか？今日はね、早かったですよ。うん。昼の2時。今日のね。うん。早かったですよ。早いですね。早かったですよ。先週はもうね、入稿入りと野村さんの現場入り一緒ぐらいでしたよね。そうですね、ほぼほぼ。ね。どのキャリアというかどの収入ぐらいから正月休みとか取るんですかね。取りたいんかな。え、お正月休み取ってらっしゃる身近な先輩は。いや、僕らが接してる人では行ってないですね。やっぱり。でもそれはやっぱタレントさんというか、うん、もうね、どのチャンネル回してもみたいな人とかじゃないと無理なイメージが、うんうん、そうですよね、うん、休まない人もいらっしゃいますもんね。そうね、うん、でもハワイになんかこう行ってる人もいたりしますけど、ね、どこまでだよねんって思いますよね。その、うん、ハワイ、はい、正月ですよ、うん、ちょっと席してる人があ、この人はね、あの年末年始休まれてました。プリマダンナの今夜も嫁がないと。どうもプリマダンナコノです。どうもプリマダンナ野村です。アシスタントの中島静香です。すいません、ちょっと席出ちゃいましてごめんなさい。そこ黙ってるパートじゃないんですか。なんか黙らなあかん黙らなあかんと思えば思うほど喉がイガイガしてて。徹底してくれよ。ごめんなさい、できるだけ離れてしたんですけど。どんなアピールなんかな。拾ってましたね、だいぶ拾ってますよ、はい、高性能のマイクだったんで。すいません大丈夫です。もうちょっと喉の調子も。風ですか？いや、風気味ぐらいです。ちょっとすいません、それは、うん、あ、流行ってる、はい、もうインフルも流行が決まったとかで、うん、流行が決まった、あの、そう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 、流行ると、あの、なんか、うん、流行ってますよ今っていう、なるほど、なんですか、警報というか、なんか、みたいなのがあって、発表みたいな、そう、それの倍が出てもうてから、もういきなりパンとその基準値が弾けてもうたから、すいません今日からですみたいなニュースの出方が。そうそうそう、今もうひげ始めに僕はもう直すって毎回決めてるんで、もうその対策は打ってますから。どんな風に？いや、別にそんな心配もしてないですよ、はい、ありがとうありがとう。その心配してるんちゃうかって心配をしてくれてるよね。あの、大丈夫大丈夫。いや、もうな、もうほぼ治りかけてますだから、はい、どんな対策するんですか？昨日はしんどいなと思ったんで、うん、もう毎回いつもその、あの、よく行くラーメン屋さんでニンニク大盛りのラーメンをまず食べて、うん、で風邪薬飲んで寝るという、もう自分の中で決めてるんですよ。ちょかいよな、だからそういうとこが。そう、その考えが、うん、もうしんどいなと思った瞬間にいつもそういうふうすんねん。ニンニクが助けてくれるんですね。もうニンニクもうたっぷりのやつがあるので、いや、それと治った気にもなるし。自炊でやるわ俺は。あ、自炊っていうほどであれじゃないけど、あ、まあ、インスタントのとかレトルトのやつに、あの、チューブ丸々一本入れるんですよ。ニンニクのね、もうそれで大体一発で治るか、うん、もういい大荒れするか、うん、ニンニクはね、大バクチですね。そう、ほんまに治らんかったらもうただいい荒れるし風邪やしっていう、もうダブルパンチが。ほんと匂いするしね。待ち構えてますけど。でもそうするとなんか治る気がするから、ね、なんかね、治んねん、やっぱり結局そう気持ちで、うん、まあニンニク注射みたいなのもあるし、うん、そうそうそう、うん、直で行った方が早いんちゃうかみたいな。そうやね、チューブ一本でも味も変わるでしょ。いや、味なんてもう鼻詰まってるし、うん、だから逆に味が分かってきたタイミングで、うん、お、来た来たっていうこの、あ、治ってきたんやなという。ニンニクほんまに信じてるからな俺らは。へえ、ないっすか、その風邪ひいた時の対策というか。いや、それはなんかこう薬飲んだりとか、うん、あったかくしたりじゃないですか。市販の薬もありすぎるでしょ、うん、たくさんありますよね、うん、なんか諸症状を、うん、あの薬剤師さんに伝えて、うんうん、俺この間はもう年末ぐらいかな、体調崩して、うん、もうすぐしんどかったんで薬局行って、うん、すいませんこうでこうでここがこうで、うん、っていうなんか照らし合わせをこっちからするとね、うん、あのこっち素人やから、うん、薬剤師さんからするとビタッとハマる一つか、うん、いって二つ出してくれて、うん、まあでも眠なんのが嫌でしたらこっちですねぐらいで済ましてほしいのに、うん、はい、8箱ぐらい出してきてる。あ、いや、もうその何がいいんかは分からへんから。そうですよね、選べないですよね。いや、でもまあとりあえず喉から始まってるっぽいんですよ、うん、ですよね、まあこの辺りですかね言われて、うん、いやー、でも選べないですよ、眠ならない方がいいんですよ仕事から、うん、って言ったら、あ、じゃあこの4つですねってやっと半分絞られて、こっからあとじゃあ何をってなって、うん、でもあとはもうまあなんていうんですか、オカルトで効きそうというか、あんま体に負担なさそうな漢方由来のやつにして、そうぐらいで
いろいろあるもんな、ね、芸人の中で小児幼児期人と栄養ドリンクをクッと飲んだら、そうそうそう、引き合わせ方がね、そうなんですか、うん、それはちょっとなんかもしかしたら間違った情報かもしれませんよ。いや、そうそう、すごい良くないと思います。そう、はい、ね、良い子は真似しないようにっていうパターンです、うんうん、もちろん。でもなんだか芸人はみんなそれを信じて、ね、だから多分誰か一人が治ったやろな、それで、うん、それが広まって、うん、よっぽどしんどい時はそうした方がええよとか、なんか先輩が言うたんですかね、後輩に言い始めたとかですかね。そうそうそう、僕ちゃんと小児用時期にでも聞いてない時聞いてないですからね、うん、そう、それはあんねん、もう医師薬剤師の処方を受けてくださいよ。そう、一番そう病院行くのが一番いいから、ね、うん、まあまあいいんですけどね、うん、市販の薬よりもね、はい、ご飯をね、ニンニクとかそのご飯食べるっていうのはいいんですけど、そう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 、薬をいろいろ服用するっていうのはちょっと危ないです。効きそう感もね、やっぱ粉のやつが一番効きそうやし、うん、でついでそれ野村の感覚やろ、俺の感覚、粉末の方が溶けそうやからってこと、はい、なんやろな、なんか、いや、両薬口に苦しいで飲みづらいし、ほんまにね、飲みづらいだけですよ、カプセルよりも、うん、今でこそこう一人やから、はい、周りにね、例えばじゃあ彼女と住んでるとかってなった時に、うん、あれですけど、ほんま粉薬苦手で、うん、まあまあ、ええ年なんで、うん、それ飲めるんですけど、うん、飲みたかないんですよね、うんうん、ほんまにお薬飲めたねとか、うん、あんなんで行きたいぐらいなんですよ、甘いやつな、うん、シロップのやつや、そうそう、うん、あれをだから常駐しとこかなっていうのをいや家にあれやってな、もしかしたらでもそうですよ、お薬飲めたねを置いてることによってもう負けてる自分がいるんですよね、うん、いや、そんな勝負するところとちゃうの、全然なんかその戸棚の一個になんか薬置きみたいにしてるスペースがある分にはまあまあなんかホッとできるとかあるんですけど、お薬飲めたねを冷蔵庫に入れてんのはなんかメールの、だからそれこそ小児用時期には僕ずっと冷蔵庫に入れてるんで、ああそうなんや、いつ何時になってもいけるように、いやもうだってもう元々デブ症やのに風邪ひいたらもう買いに行かれへんな、動かれへん、動かれへん、そうですよね、そう薬飲めた、いやいや病気の話とかさ、オープニングからごめんなさい、ちょっと風邪気味やったんでね、うん、そうそうそう、咳がちょっと止まらなかったんで、うんうん、いやだから高性能のマイクでね、咳拾ったって言ってましたけど、高性能のマイクやからスタッフさんの僕の、いや1月ですねっていうのの、なんやそれっていう声がスパーンってツッコミが入ってたと思うんです、いやほんまにね、そのツッコミ俺じゃないからな、いや僕の悪いところでね、すぐに何喋ってたようとしてたかをね、忘れちゃったんですよもう15日やからな、これオープニングはこれでいくぞって思ってたのにね、ちょっとなんか他のね、今も携帯触ってたんですよはい、はい、これの告知をせなと思って文字を打ち込んでるぐらいでパパパパーンって始まって、あーそれはもうか、え、うん、あちゃうわ、何やったっけパリーン1月ですねもう15日や今日ふう言ってましたから、いやちょっとごめんなさい、まあ、全く別個なんですけど、はい、2月に、うん、僕らが出て漫才劇場でお芝居をさせていただくことで、はいはいはい、まあ、告知じゃないんですけど、はい、まあ、これ何かっていうと、先輩の祇園の木崎さんって方が主催のお芝居のイベントで2回目なんですよ、うん、企画としては、うん、1回目は別の方が作家を迎えして、うん、まあ、少数制4人でやるお芝居、もちろんその木崎さん主催なんで木崎さんが主役でっていうお芝居されてて、2回目、書かせていただくことになって、うん、僕が脚本と演出と、うん、はい、させていただくことになって、うん、で、まあ、タイトルも決まって、うん、で昨日ポスター撮影もして、うん、まあ、だんだんとこう形になってくるのがやっぱ嬉しいんですけど、うん、もうまだ全然その台本はね、うん、ちょっと他のお仕事の関係もあってもうちょっとだけ完成が少し後になるんですけど、うん、木崎さんがなんでかもう今から泣きそうやって、おえどういうこと作っていく、なんかあるじゃないですか、うん、文化祭とかのなんか最初の方から最後が見えてる、なんか俺絶対泣くわとか言うてる人いたじゃないですか、はいはいはい、いやもう言うてるやんっていうの典型のタイプなんですよ、木崎さんポスター出来上がった段階でみたいな言うてはって、うん、まあまあねっていう話をしてて、でそのお話がね、はい、まあ、ちょっとこれどこまで言うていいもんなんか分かんないんで、まあ、端折りますけど、うん、このお芝居の設定自体がちょっとまあ古めかしい時代設定にしてて、うんうんうん、でヒロインをどうしようってなった時に一人目星人決めてたんですよ、はい、でその人が他のお仕事の都合でダメだと、うん、うわーってなって、はいはいはい、もう正直その人をイメージしてビタッとハマったんですよ、うん、もうこの人が一番ヒロインに追ってるなと思って、それが
頓挫したんで、いやこれまずいなと思って、で結果まあ別の方にオファーを出しなんとか行けたんですけど、でその間があって決定する前に2人目ね、候補の方決まる前に、まあだから実質3人目なんです僕の中では。2人目に挙げてたのが吉本新喜劇の前田真希さんっていう、あの方なんですけど、まあ僕らよりお姉さんなんですけど、前田真希さんって方がまあすごい透明感あって、ちょっとなんて言うんでしょうね、今風というよりは昭和なあの美人さんという方で、おしとやかなというねイメージは。で真希さんにしようと思ってで、オファーする前にでもどうしようかなって、やっぱ新喜劇の方と我々漫才色物の人っていうのはそこまでめっちゃ接点あるわけじゃないんで、会うことがないからね、なんか何度かはご一緒してるんですけど、どう声かけてええもんかな、とりあえずツイッターでなんかスケジュール見てちょっと劇場来てはるときにちょっとお話だけでもさせてもらいに行こうかなって勝手にね、たまたまこうタイムラインにその僕フォローさせてもらってなかったんで、たまたま別の方のリツイートで流れてきて前田真希さんのとこ飛んだんですよ。んでそのまあ昭和なあの女性像を求めてたんで、もう写真とか改めて見ようと思ったら、やっぱお正月の時のね公演のお写真載せてはって、晴れ着着てはって、あやっぱこういうの似合いはる姉さんやな、あちょっとやっぱイメージ合うな、でもちょっとなって気になるのが、その祇園の木崎さん主役なんで、もちろんそのヒロインとの恋仲になるんですけど、木崎さんってめっちゃちっちゃいんですよ背が、そうですよね。で真希さんちょっとタッパある方なんですよ ね、 ね、女性にすると、スラッとしてあるからな、このバランスどうやと、一人目この人で行こうって決めてた子はわりかし小柄やったんで、バランス取れてたんですよ、これじゃどうかな、でも難しいな、 この晴れ着の感じはやっぱ昭和のあれもあるしとかね、まだオファーもかけてないのに勝手にツイッターをどんどん見てるんですよ、ね、ずーっと見てったら、あのT シャツ1枚着て、マギ姉さんがなんか野外で、イエーイって手上げてる写真出てきたんですよ、何のイベントやろうと思って、なんかあんま新喜劇もねたまにあのたまにとかまあ今年去年年末かな、なんか大きいフェスされてたりとか、あったんで、それかな、でもなんかそんな雰囲気じゃないなと思って確認したら、オズフェスっていう、あのオジー・オズボーンってね、有名なハードロック界の大御所重鎮のもうおじいちゃんですよ、の主催のフェスが日本であると、だまあ激しいロックのフェスなんですよ、マリリン・マンソンとかなんかね、そういう人らがわーって出るような豪華な、外国のバンドさんもいっぱい出るし、日本の人も出る、あれとマキネさんオズフェス行くタイプなんて言ってまあまあまあ、でもまあ音楽の趣味思考はね、いろいろありますし、自由ですからね、でよう見たオズフェスの T シャツ着て、初めて来ましたみたいな、あそうかちょっとちゃうんかないや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 、でも農家がーって見てって、新喜劇のまた楽しそうにされてる写真出てきて、でもうちょっとわーって言ってたら、あのライズってねバンド、知ってる、のケンケンってベーシスト、僕も大好きなんですけど、ケンケンの写真がこうバーンと出てきて、ね、低い位置でこうベースを構えてかっこいい写真出てきて、でブン見たら、私があの昔から支えられてきたあの音楽です、あのライブ見に行ってよかったって書いてあって、で次の写真見たら行ってはるんですよ、ライズのライブ行くんや、バリバリなロックな感じですよね、で辞めましたいやどういう理由で辞めたんやちょっと昭和の香りから遠のいてしまったイメージと違いすぎたよな、まあまあ結果、結果ですよ、そのまあ木崎さんとのバランスを考えてってことだったんですけど、慎重さもあるし、なんか意外すぎて、なんか学生の時もなかったですか、この子こんなんないやとか、ギャップやな、だからな、勝手にそう思っちゃってるからこっちは、普段の顔知らないからね、僕小学生の時好きやった女の子が、全然良かったんですけど、あの男兄弟の一番下で、あのみんなだから花より団子とかをね、持ってきたらダメなんですけど、学校持ってきて読んでる、なんかその子は誘白を読んでたりとか、ちょっとね、あーってなっちゃうんですよあーっていうのなんですか、僕は誘白大好きなんで、がっかりなんですか、がっかりじゃないんですけど、女の子女の子で会ってほしかった人がってことやろ、ちょっとなんかね、思ってたのと違うっていうことですか、そうそうそう、そういうこと、ちょっとだけね、冷めるとか引くとかじゃないんですけど、までいかないんですけど、なんかが
なんか あるでしょ、あの顕微鏡で、うん、あの長さバラバラじゃないですか、うん、かける何30、うん、60って、うん、あれあんま塩梅わからんとやってたら一番長いやつやってみじんこ潰してもらった時のプレパラートバリッていった時のあの感じに似てるんですよ。あれ結構怒られますよね、言っても言ってもたまに、やったあかん言うたやろうって言って、みじんこ潰れるとこ見てもうたんですよ。いやその話じゃない、そっちの話に持っていかない、違うよそれとまためっちゃへこみましたよ。いやその話そんなに広げなくていいと思うんですけど、パーって、そこの話違うの今、ほんまにウニウニこう動いてて虫苦手やのにね、みんな見て絵を描かなあかんから、うん、そこっち顕微鏡覗いても吐きそうになるし、うん、自分が描いてるこの紙の上のみじんこ見ても吐きそうになるし、板挟みやったんですよ。おえってこの交互にやってる時にもう一個細かく見たいと思ったら、回したらちょうどその一番長いやつがこうグッとプレパート差し込んでバリッと音とともにシャーってね、みじんこが、今だから四方八方に、今みじんこ関係ないやん、その話じゃないんです。違うやろ、あれがたまらない、イメージがしっくりこないというね、ちょっと違うかったって話でしょ、言うたらいるよなそういう女の子、はい、女の子とか、まあさ、まあね、女から見ての男もさ、あるかもしれない、男がね特になんかね、うん、抱きすぎなんでしょうね、うん、なんかこう女の子像、ああ確かに、フェス行ってそんな飲んねやとかなとかあるかもしれない、うん、俺だからあれやったな、最初付き合った彼女が銀杏ボーイズがすごい好きで、それすごい嫌やって、僕はね、はい、ロック大好きなんですけど、はい、銀杏ボーイズを聞き慣れてなかったんですよ、はい、青春パンクみたいな、うん、ちょっと苦手で、であの唯一喧嘩するのは銀杏ボーイズについてだけやったんですよ。なんで喧嘩すんの。その子はすごくて、初めてその子の家に行った時に、うん、CD ラック見たら僕の好きな洋楽がめっちゃ並んでたんですよ、うん、すごい趣味いいな、うん、でそれも同い年やったんで、うん、ありえないんですよ、っていうのは僕兄ちゃんの影響があって、その子別にお兄ちゃんの影響もなく音楽聴いてる子やったんで、すごいね、うん、って言ったらなんか恥ずかしそうにしてやって、もじもじ、うん、なんなんって言ったら、いや実は共通の友達にのむちゃんがどんな音楽聴いてんのかっていうのを聞いて調べて、うん、で私もハマったと、うん、だから高校生時代からそう、僕が聴いてた音楽を揃えてくれてたみたいな、うん、なんて素敵な子なんやっていうのがあったんですけど、うん、そんなときめきもあったのに、それを忘れるぐらい銀杏ボーイズで喧嘩してたんですよ、うん、なんで銀杏を聴くんみたいな、なんか受け付けれなかったんですよその当時はね、そう、ほんならなんか、いや銀杏の良さがなんで分からへんのみたいな、うん、じゃあ一回ライブ行こうっつって、うん、クロマニオンズとリンとしてシグレと銀杏ボーイズのスリーマンがあったんですよ、うん、いいじゃないですか、で一緒に行って、うん、でもちろんリンとしてシグレは二人とも好きで、うん、ああかっこいいっつって、うん、で銀杏始まったらもう彼女が彼女じゃないんですよ、ああもうテンション上がってな、今まで見てた彼女じゃないんですよ、ああっつって、ミネタージンくんっアビちゃんとか言ってるの見てもううわーなって、いやわかるわそれはわかる、かそれはわかる、うん、うわってなるわそれは音楽はそういうの多いかもしれないですね、うん、そう見たことない顔がいきなりガーンと出たから前にな、はい、その熱狂的な部分がね、盛り上がり方がちょっとな、うん、いやええねん、その、はい、家で一人で聴いて盛り上がるの好きなのは全然いいんやろうけど、うん、ちょっと急すぎたわなその顔は。でめっちゃおっぱい揉まれてたし、大きい子やったから、それもすごい嫌や、ライブハウスそのもみくちゃになるから、うわーそれ嫌やわ、それめっちゃ嫌やろ、絶対嫌やわ、え、それ他の人にってことだろ、せやで二十歳ぐらいの時やで、絶対嫌やわ、めっちゃ嫌やろ、え、だってそれをよしとしてるってことだ、その女の子も、せやね、でもその時俺は、いや女の子はよしとしてないよ、嫌がってんの？でも嫌がって、嫌がってるけど、もうしゃあないんだ、もうギュウギュウやから。でもそれも含め楽しいから言ってんねやろ？いや、じゃあそれを含めてはないよ。彼女はそれがライブが初めてやったから。ああ。そうなんだ。いや、嫌やな。それを見てんのが嫌やわ。見てんの嫌やね。うん。他の男に。いやし、で、銀杏ボーイズはね、今僕大好きですよ。はい。ね。うん、この年になって、うん、改めて響いてるんですよ。ね。だからそういう否定するんじゃないですか。うん、ファンの人も否定はしないんですけど、うん、当時、僕ら世代で、うん、銀杏ボーイズ聴いてるっていう連中の中には、うん、なんかちょっとそういうのも全部よしとしちゃう節があるって僕は思い込んでたんで、うんうん、な銀杏聴いてたら人の彼女の父もんだよんかこらってめっちゃあったんですよ、だいぶ被害妄想やけどな、節だらな、こんなボケこらって、いやそんなことはないねんけどな、アイディ&ティティみたいな世界だと思うなよと思いながらクソだって、余計に嫌いになっちゃって、確かに、まあ、目の前の現実が受け入れられないかってな、そう、ね、そう、彼女が大事です、いやいや、でもそれは彼女が、それもちろんそんな状況は嫌、そうなってたそれは嫌やわ、うん、そういうの楽しそうにしてる彼女みんなも嫌やし、うん、音楽にな、だからその後のクロマニオンズあんま楽しまれへんかった、もったいな、もったいないな、クロマニオンズええのに、それは
すごいですね。そんなまあまあね、絶対だって二人っきりじゃ見せへん顔やからな、それ、うん、その顔は。まあ熱狂的な部分というのはね。なんで追い打ちかけるん。いや見せへん。もう思い出してるだけでも辛いのに。辛そうな顔してます。なんで追い打ちをかけるんかな。見せへん顔とか見せることがなかった顔やから、うん、いやだから分からへんでって、うん、その、うん、いくらずっと長いこと付き合ってるカップルでも、うん、もしかしたらそういうとこに行くと表現する可能性があるという。いやありえますありえます。見てなかったらこういう一面あんねやっていうね。ライブ行くと結構よく見ます。あ、そうですか、やっぱり、はい、ライブ すっごい可愛らしい、うん、なんていうんですかね、まあ、いわゆる西野カナ好きそうみたいな女の子がメタリカっていうロックバンドで、あの拳を高々と突き上げてうおーって言ってるのを横の彼氏が乗り切れずに見ているっていうシチュエーションを何度か見たことがあります。絶対僕も乗り切れない方ですわ、そうなったら、ね、となるともう彼女はメタリカしか見えてないから。そう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 、彼氏置いてけぼりみたいな。なんかね、でも彼女が難しいんですよ。すごいわがままなんですけど、かといってじゃあへーみたいな J-POP ばっか聞かれててもへーとか言わない。へーみたいじゃないよ全然。いやそのね、会話も合わへんし分、うん、かんなくなるんですよね。でもそれをそういう子の方が教えてって言ってくれた方がええんちゃう。でもその詳しすぎるよりちょっとね、うん、のむちゃんの聴いてる曲を私も教えてって勉強していって知っていく方が。だからね、僕ね、あの分かってるんですけど止まらんくて、自分の好きなものの話とかで、うん、因縁できるんですよ、うんうん、まあみんなね、うん、好きなものは語れますよね。でもそれが過度らしくて、アキナの山名さんってね、はい、先輩また飲みに連れててもらったんですよ、うん、でも大事な話があって、うん、仕事ので、あの山名さんと僕と作家さんと3人で飲んでて、うん、で2軒目行こう、いいバーがあんねんつって言ったら、うん、あのそのバーでまあ、なんか音楽をちょっとかけてくれながら iPod つないでなんか何でもかけれますよみたいな、うん、自分の iPod でね、そうそう、うん、で結構そのマスターも音楽詳しいんでみたいな、あじゃああれでって流れて、あこれ知らんわみたいな、山名さんが言ったら、これはねどうでこうでこうでっつってわーって僕の説明がまず始まって、山名さんがへーみたいな、でその人がまたカリカリって曲変えたら、あこれあの何年のどこどこのライブのやつですよねみたいな、うん、あそうなんですよ、この時ね、あの、このミュージシャンがこんな演出しててね、みたいな。ああ、そうです、そうです、ありましたね、みたいな。え、おいくつですか？僕27です。あ、若いのしてあるんですね。いや、僕大好きなんですよ。で、ね、山田さん、こうで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 ね、こうでこうでね、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 つって。うん、へえ、あそうなんや、すげえ、へえ、って。2時間半ぐらい続いてたんですよ、それが。長いで、僕はすごい楽しかったですよ。角、角。で、次の日にツイッターで、うん、あの、のむちゃん、昨日は、あの、音楽が分からへん俺に、身振り手振りつけて、一生懸命説明してくれて、ありがとう。でもな、俺、全然興味なかったんって書かれてて。書いてあったな。で、ほんまにだから、次の日、うん、謝って、すいませんでした、つって。お酒の力も相まって、つって。いや、全然全然。トモランクもなんねやろな、そういう楽しいからな、喋ってるとね。喋り出すとね。内向のその、トモランク。そんなトモランクになるもんはないな、何が楽しいんだ、君は。いや、俺聞いてるわよ、どっちか言ったら、うん。そういう話を聞くのは好きやけど、でも確かにカードになると2時間半は長いな。うん。うん。いや、めっちゃあるで、そらやっぱ。まあね。夢中になれるもん。まあまあな。じゃあ今日のメッセージテーマ。それが君の場合はお笑いなのかな。あ、え？いや、お笑いそうやな、どっちそうやな、うん、あえて言うならそうやな、うん、確かにな、素晴らしいよね、うん、ありがとうございます。もうええですか、二人とも。あ、大丈夫です。あ、大丈夫、はい、じゃあ今日のメッセージテーマは何やろう、夢中になってしまうもの、うん、喋り出すと止まらないものとか、僕私の銀杏ボーイズで。いや、いいよ、銀杏ボーイズに絞らんで。思ってたのと違うとかでもいいんじゃないですか。あ、あのね、はい、彼女、あ、彼氏彼女異性の驚いた一面とか。ああ、いいですね。でもいいですね、いっぱいあるな、テーマ。あー、どうでしょう、じゃあ、急いでいこうか。だから異性の、うん、君それむき出しやん。いや、どういうことですか。何送ってくんのリスナーさんは。どういう内容送ってくんの、その場合。いや、だからその、うん、びっくりした表現エピソードみたいなんて言っちゃうと、そう、そう、それで読むやんか、うん、今回のテーマ、びっくりした異性の表現エピソードですが、うん、よりも、君それむき出しやんって毎回言えた方が楽しいや、うん、言いたないよ別に。分かりにくいんで、言いたないよ。リスナーさんにはじゃあ、うん、異性の、はい、まあ、驚いた一面、そっちにしましょうか、ということにしましょうかね。でいいですかね。
なんで伊藤 D が納得いってないの。むき出しの方で行きたいんか。もうはい、いいですか、表編エピソードね、いい、はい、こんな一面あったんやみたいなものを、ちょっと面倒くさなってません。いやいやいや、長いから下りが長いから、はい、こんな一面あったんやというような、はい、まあ、恋人異性の話をぜひ送ってきてください。お願いします。はい、番組のコーナーもご紹介していきます、はい、1位を決めないと、これはリスナーさんから1位を決めてほしいテーマを募集しまして、私たち3人がプレゼンし合うというディベートコーナーです、はい、1位を決めてほしいテーマを送ってきてください。お願いします。さあ、そして今日も幸之助ちゃんがやってきます。はい、新キャラクター、小学1年生の幸之助ちゃんに相談ごとに乗ってもらう何でも聞いてみないとというものですね、はい、そうですね、はい、何でも解決してくれるそうですから、うん、幸之助ちゃんよろしくお願いしますね。今週もよろしくお願いします。そんな溜めてまで作らなあかん声でもないし。さあ、ラジオドラマナイトはリスナーさんからお題を募集し、野村さんがラジオドラマを1本書いてくださいます、はいはい、3人で演じようというコーナーです。はい、今日のお題は、左京区のラジオネーム、はい、ジナーさんからいただきました、はい、受験生のお守りです、うん、お楽しみに、はい、そして続いて、描け絵空ごと罰ゲーム実験しないとパニック、はい、先週から始まりました、ね、新コーナーです。絵空ごとのような罰ゲームを思いつきで発表し、それをまあどうにか実現できる形に揉んでいくというのですね、はい、そうですね、そして、はい、次週再現してみようというコーナーなんですが、はい、皆さんも絵空ごとの思いつき罰ゲームを送ってください。はい、よろしくお願いします。オーナイトギナイトリナイト、こちらは毎回リスナーさんから答えを募集しています、はい、今日のお題は、25股中の男トールが突然浮気をやめた、なぜ、うん、です、うん、リスナーさんの回答の中から、うん、河野さんと私が一番面白いという思うものを選んで、野村さんの大喜利と対決しようというコーナーです。どしどしご応募ください。プロですよ、 プロですよ。まあ言わなくてもね、分かってますけど。未来の奥さんにこれ言ってもらわないと、はい、これは野村さんが毎回妄想のシチュエーションを考え、そのお芝居をします。そして最後に野村さんが言ってほしい一言を、人妻の中地が言うというコーナーです、うん、はい、折り返しになってきました。えもう折り返すんですか。折り返し、うん、どういうこと。1月のだから、まあシャープ30ぐらいで終われたらなっていう。そう、これ、これ一応また終わりに向かってるの。いや、もう向かってますよ。向かってんのこれ。始まったばかりやと思ったんですけど ね、一回終わるという噂あったけど、はい、続いてまた終わりに向かってるという、はいはい、さあ、ワンステップビューティーのコーナーではラジオでカットモデルをしてくれる方を大募集中です、はい、カットでイメチェン、大変身したいという方、年齢性別問いません。カット、カラー、パーマ、すべて無料ですので、お気軽にご応募ください。番組に投稿してくださった方には抽選で番組ステッカーをプレゼントしています。宛先です。メールアドレスは旦那アットマーク kbs.kyoto、danna@kbs.kyoto です。ファックスの方は 075-431-2300、 075-431-2300 までお願いします。メッセージお待ちしています。なんでな。なんでな。それでは音楽をお届けしましょう。ザ・クロマニオンズ。もう。キスまでいける。プリマダンナの今夜も嫁がないと。KBS 京都からお送りしています。さあ、ここからのお時間はゲストの方をお招きしましてお話を伺っていきたいと思います、はい、本日のゲストは株式会社 V の代表取締役、香川博樹さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、はい、株式会社 V の、うんの代表取締役、香川さんです。はい、ウィーノというのはどういった会社になるんですか。ウィーノはワインという意味なんですけれども、はい、ワインは白と赤があって、はい、夫婦もよく紅白ってありますよね、はい、それ僕らはただ単に出会って結婚するんじゃなくて、はい、やっぱり幸せな結婚生活を目指す、そんな夫婦を作るための婚活をアッセンしてる会社ですね。婚活をアッセン所というか、うん、はい、まあ、結婚相談会社というところですね。はあ、今全国に星の数ほどあると思いますけれども、今多いんですか。多いですね、やっぱり結婚相談会社っていうのは。めちゃめちゃ多いですね。婚活っていう ね、 もねよく見ますけど、よく聞くもんな、婚活パーティーとか。香川さんもすでにあの、はい、本も出版されていまして、ね、はい、すごい、幸せな結婚をするために大切なこと、うん、というのも、はい、ちょっと中を見るとなんか、いや、この帯に書いてる言葉がやっぱすごくて、 71% の人を1年以内に結婚させた著者が教えると。うん、だから著者というのはね、香川さんのことですから。そうです、はい、香川さん 71% の人1年以内に結婚させたんです。
すごいですよこれ。すごいパーセンテージですよね。これはねすごい健全やなと思って、うん、ここでもし嘘でもほんまでも90何パーって書かれてたら、うん、僕多分読まないですよ、うん、この70%台のそうです、ね、リアルですか。ちゃんとした実績がないとこれって出せない数字じゃないですか。すごいですよね。へ、男性も女性もそのなんていうの登録をして、そうですね、その中で出会っていくというような感じですよね。そうです、はい、そういうところですね。 71% というのはその香川さんが出会わせるわけですよね。あの登録って結構何万人もいるんですね、はい、その中でお見合いっていうのやっていくんですね、はい、あのお見合いをしていってその中で、交際していってっていう、まあ、普通の恋愛と大きく違うところは、うんうん、出会いの部分の最初のところを僕らが作っていくところなんですね、うん、そこが大きな違いですね。そういえばいろんなデータを見てこの人とこの人が合うんじゃないかっていうのを香川さんがあります、ね、作るというんですか、はい、あともう一つ大事なことは、出会ってもいくらモテない人が出会っても結婚しないじゃないですか、はい、モテない人は1000人と出会っても1万人と出会ってもモテないわけじゃないですか、うんうん、で僕らがやってることは魅力を上げることですね。あ、なるほど、その人は、ね、そこも、まあ、皆さん美男美女ですから魅力十分あると思うんですけど、ありがとうございます認めんなよ正直なんで恥ずかしいやろ自分で言うな。それモテるようにその人をするということですか。そうです、魅力を上げていくところですね。例えばどういうことを、はい、例えばメイクもそうですよね、髪型もそうですね、あとはトークとかそうですね、あとはコミュニケーション仕草、はい、あとは色の使い方、カラーコーディネートとかファッションコーディネートってありますね。そう、多岐にわたってそうですね、そういうアドバイスをされる、そういう魅力セミナーをしたりとか講座をしたりしてますね。イメージが全然違います。 なんかお見合いをするきっかけをもらうだけみたいな、今まではそうですけど、モテない人がいくら頑張ってもモテないんですよ。それをモテるようにすれば確率で大きく変わっていくんで、はい、でもこういった魅力アップをずっとやってるんですね。僕始まる前少し読ませていただいて、一節すごい気にね行ったというかもう響いたんですけど、あの女性がよくなんかそのお金持ちで容姿が良くて身長タッパがあってみたいな人がええわって言うけど、じゃああなたはそれに見合うだけの努力してますかみたいな一節があって、やっぱその人がじゃあその理想の男性があなたの隣に座って、その男性はあなたを口説くでしょうか。なるほど、これなんですよね。ほんまに力があんのかと、そこにはもちろんお互いに言えることですよね、男性側も女性側も。ああ、そういうことも言ったら進めてくれる。そうですね、魅力をアップするとかですね。行きたでもね、ずっと継がないとですよ。魅力アップすることも大事なんですけど、はい、でももっと実は大事なことがあるんですよ、はい、自分が幸せな家族を作る、要は自分が幸せになる家族をイメージすることなんですよ。要はディズニーランドに行きたいって言ったらディズニーランドに行くって決めるから行けるわけですよね、はいはいはい、でもとりあえず東に行くわってどこに行くのって話ですよね、はいはいはい、ディズニーランドの空いてる時間とか距離とか、かかるお金とかって必要ですよね、うん、やっぱり婚活も一緒でゴールを決めるんですよ、はい、ゴールはやっぱ幸せな結婚生活ですよね、うん、結婚がゴールじゃないので、うんうん、幸せな結婚生活をイメージした上で、じゃああなたはどんな婚活するの、じゃあ何が足りないのって、ここが一番大事なんです。入籍がゴールじゃないと。そうですね、そっから始まるものですね、結婚生活、結婚生活、うん、面白い。でも最近ね、結婚しない人も多いですよね、うん、多いですね。やっぱり一番は自分の家族、やっぱり家族は希薄になってる時代ですから、やっぱり僕らも、何千人って見させてもらってる中で、話させてもらってる中で、やっぱり自分の家族どんな家族ですかっていうと、うん、よくよく聞かないと、うん、どんなとこが良かったとか、どんな幸せな思い出があるかってポッと出てこないんですよ。サザエさんみたいな家族で少ないじゃないですか。そうです ね、なかなかね。親会うてるか、いやもう正月ぐらい会うてんねんみたいな話ですよね、はい、お父さんどんな人分かりません、おかんはよく分かれへん、最近しゃべってないからって話ですよね。大事、家庭を作ることにちょっと興味が薄れてるということで、そうなると自分の家族がやっぱり基準値なんですよね。どんな家族作りたいんですかって言ったら、やっぱりまず目安に自分の家族じゃないですか。その自分の家族自体が皆さん見えてないわけですよね、分かんないってところがあって、ってなると余計どんな家族をしたらいいのかが分からない状態から、結婚が減っていると。そうなんですよ。なんかそんなことをイメージして結婚したいって言ってる人はあまり少ないかもしれませんね。少ないです。結婚したいとは言っても、なんかね、あの漠然と適齢期へ前後してるしとか、なんかね、周りにちょっとこう空気があってっていう、いやこれは今僕たちはお金をもらって聞けてるんですよね。そうですね、僕らはありがたいお話。本当はお金を払ってこれ聞きますから ね。そうなんですよ。すごいことやな。やっぱりでも登録するときっていうのは、はい、まあ、自分のことだけでなく、例えば結婚する相手の、まあ、こんな人がいいっていうのも、こう条件みたいなの出すんですか。もちろんそうですね。
じゃあそれを見合う人を出会わせるって感じなんですか？妥協はしなくて妥当な人ですね。よく自分は高望みだから、こんな人って私無理ですか、僕無理ですか、そうじゃなくて、うん、その人自身が例えばですよ、国立大学行ってていろいろ趣味があったら、それに趣味に合う人で全然いいんですよ、うん、でも全く無趣味で、私勉強も嫌いなんですっていう人が一流大学の人、うん、あかんとは言いませんけれども、うん、結婚してもなかなか合わないじゃないですか、うん、価値観が違うから、うん、だからその人の価値観をちゃんと僕らが分からせてあげるってことですね。ああ、そっか。なんかこう相手を見極めるっていうよりも、うん、自分を見つめ直す立場、ね、機会にもなりそうですよね。まずはそこからですもんね、はい、その相手のことばっかりじゃなく、うん、そうなんですね。じゃあ例えばなんですけど、はい、お笑い芸人をやってまして、うん、僕ですと、で27歳、今年28の年なんですよ、はい、で年収がまあ大体150いかないぐらいですね。なかなかリアルなところですね。そんな言っちゃうんですか？言ったら あかんねん。大体150いくかいかんかぐらいですね。言っちゃいます。まあ、でも年齢的には、はい、ね、ビーノさんが主催されている婚活パーティーにも参加できるラインには載ってると思うんですけど、うん、まあまあ収入だとかはね、男性は多分いろいろあると思うんですよ、はい、こちらはいただいている資料ですと、例えば、4大卒もしくはまあ年齢300万以上の方が男性で参加されてるなんですとか、まあ、例えば今の僕が結婚したいですって門を叩いた時にどういう感じの、はい、まずは、はい、収入を上げてくださいって言います。ですよね。頑張りましょう。はい、そう、はい、頑張っていただきます。吉本にも言われてることをまず B のさんにも言われてます。はい、そうですよね。まず年収を上げてください。大丈夫と思います。今聞いてて面白かったんで。いやいや、おめでとう。さっきも話がありましたが、この婚活パーティーもまた開催されるんですよね。そうですね。うん、1月の24日に、はい、新宮ホテルでやります。はい。はい、で同じく新都ホテルで2月28日もありまして、そうですね、はい、大阪神戸ともいろいろ開催してるんですけれども、うん、京都が1月が24日2月が28日になります、うん、はい、これってミーノさんに登録から始めないといけないということですかね。一度来ていただいて、はい、やはりこう出会い系のパーティーではなくて、はい、僕たちがやってるパーティーっていうのは身元が安心、身元がしっかりした方のパーティーなので、独身である何歳、年収がいくら、どこどこに住んでるっていう、この確認を取らせていただいた上での参加のパーティーなんですね。 なので一回うちに来てもらうということになります。なるほど。なんかでも行って話を聞いてもらうだけで、そうですね、ちょっとこう感覚が変わりそうですよね。はい、気になった方はぜひまずはビーノさん。そうですね、はい、いやこれちょっといいアドバイスいただけるきっかけにも、ね、なりますから。いや番組名がぴったりなんでね。そうなんですよ、シリーズ化しましょう、ね、ほんまにだってこのラジオを今日聞いてがきっかけで、はい、このビーノさんのやつに参加して結婚しましたというなれば、うん、ほんまに嫁がないとです。ぴったりですから。そうですね、一組上がるごとにギャラを上げていただいてね。あ、いいです。ゼガニでもくっつきます、はい、ほんまや。今夜も嫁がないと企画やってほしいですよね。このね、そうですよね、どこかの、ね、いいですね、会場とかで、ね、そんなパーティーやっても面白いですね。我々もちょっと参加させていただいて、はいはい、高川さん来週も来てくださるということで、はい、それ面白いですね。ぜひ。いや僕はあくまで参加させてもらいます。本気、野村さんがそうでも、はい、これは一人一人ここから送り込んでな、そうですね、はい、結婚実現させるかもしれないということで、お願いします。はい、ありがとうございます、うん、すごく楽しい面白いお話をたくさん聞かせていただきました。本日のゲスト、株式会社ビーノの香川博樹社長でした。ありがとうございました。ありがとうございました。プリマダンナの今夜も嫁がないと、 KBS 京都からお送りしています。1位を決めへんとどうしようもないで、1位を決めないとな。こんなとこさらっていかんのも。あ、ええのも。こんなもん無視していっても。1位引っかかって。ええねんな。もうね。オッケーオッケー。さあ、1位を決めないと。このコーナーはリスナーさんからいただいた1位を決めてほしいテーマについて、はい、3人でプレゼンし合うというコーナーです。はい。ぶつけ合っていきましょう、はい。毎回リスナーさんからテーマを募集しています。告白スポットの1位など、1位を決めてほしいと思ったお題を送ってきてください。はい。今日のテーマなんですが、うん、ラジオネームミルキーさん、京都府の女性からいただきました。ありがとうございます、野村さん、中地さん、こんばんは。こんばんは。俺入ってんやんけ。ほんまに入ってない。俺のありがとうございます、返せ。こんばんは。いや入ってないな。いつも楽しいラジオありがとうございます。なんやねんこれ。とんでもないです。聞いていただいてありがとうございます。最初のオープニングとこしか聞いてないじゃんこの人。いつも俺らのとこしか。いつもね、残業していて、まあ、このコーナー生では聞けていませんが投稿しますと。
生で聞いてないってことは録音してくださってるってことですか、ね、ですよね多分ね。ありがとうございま す, います俺の名前も書けや野村さんと中地でやっておりま す, です、はい、どんどん MD に落としてくださいMD 使ってないやろも今さあ、カラオケで一番盛り上がる曲の1位、うん、なんていかがでしょうかということです。なるほど、カラオケで一番盛り上がる曲、ね、これは結構あるんじゃないですか。いろいろ候補が上がりそうです。そうですね、いろいろあって悩んだ、僕が88年生まれですね、うん、で中地さんと河野が86年生まれ、はい、もうおじいおばあなんで、はい、違うよ、おじいおばあ違うよ。だからまあ同世代は同世代なんで、そうですよ、うん、さあどこまで共感できるのか。なるほど、うん、私はその、うん、の河野さんが多分ベタなところ上げると思うので、はいはい、ほんで今日も3位やと思うんですよ。何やねんそれ。だからちょっと意外だけど盛り上がるところ上げたいと思う。いや俺もベタはベタやけどちょっとだけずらしたから。本当ですか。何ですか。ほんなら僕はやっぱり一番盛り上がる曲っていうのは誰もが知ってる曲じゃないとダメやと思うんですよね、はいはいはい、みんなで歌えてみんなで盛り上がれるような曲の中から、うん、僕はそのベタやけどちょっとずらしたぐらいの曲を選びました。何ですか。僕のはこちらです。 Hi everybody. Hi. Well, let's sing.はい、違います。聞いた絶対。あ、ジャクソン5じゃん。違うって違う。聞いたわかります。はい、ひょっこりひょうたん島やん。じゃじゃじゃ、そう、モーニング娘。のひょっこりひょうたん島です、はい、これはね、みんなこの曲自体絶対みんな知ってるし、はい、でこのモーニング娘。バージョンはちょっとテンポも早いんですよ、うん、だからみんなで盛り上がる、でジャブジャブとかスイスイをみんなで一緒に言えるというね、合いの手があるからこういう曲。ほらもう歌ってもらってるやん野村。ほら負けてますよ野村さん今それ。歌ったら負けますよ。知ってるやろもうみんなが。これめっちゃ楽しいこの曲。確かに。ほらほらもうめちゃくちゃ盛り上がるやん。ほらひょっこりひょうたん島。もういいもういいもういい。次行きましょう、はいはいはい、これは僕反論あります。何ですか。僕はこれ盛り上がらないと思うのが、はい、思い出ポロポロがよぎって悲しくなるからです。そんなことないやろ悲しくならへんよ。そうな、思い出ポロポロ流れてた。岡島妙子ちゃんの悲しい流れてたっけ、うん、あれや、何、お遊戯会ですごいヒーローになって、うん、で大人の劇団から声かかるけどお父さんが芸能界あかんっつって断っちゃって、うん、で悲しんでるマーブルチョコ食べながらひょっこりひょうたん島見てて、最後商店街歩いてて空登っていくからいやよぎれへんよ別に。あれよぎるからダメ。よぎるかな。よぎるから岡島妙子ちゃんよぎるからダメ。よぎれへんもん。全然歌ってたやんみんな今楽しく。いや歌いましたよ。いやよかったでしょ。これはみんな知ってるし、はい、うん、絶対楽しい盛り上がる曲です。みんなちゃうんだ。いや世代もだいぶ広いでこの曲は。広いけども、うん、今のほんまの若い20代前半とか10代の頃は聞いたことあるよ。一回は絶対歌えるよ。知ってます、うん、ほらいくおいくつでしたっけ。いくつですか。エディちゃんは20歳。20歳でも知ってるやん。ほらってなんやねん。そこ俺の意見やそれは。知ってるやん言ってるやん。うん、だからこれはいけるんですよ。なるほど。なかなかいいものが出てきましたね。さっき言ってはった中島、はい、なんかちょっと違います。私は、うん、みんなで歌えそうで歌えないけど、でもそれでも乗れるっていう曲。おうおう、何ないんですよね曲が。曲が探したけどなかったんですよね。言ってくれたら僕のパソコンに入ってるのに。何やろでも何やろ。オアシスの、Don't Look Back in Anger。出た。ねえ、ね、最初はで僕が歌ってきます。Sleep inside your mind。 最初から歌います。この歌です。これが、あ、知ってる。この辺は分からないんですけど、わーって乗ってくるんですよ。知ってサビになってきたらみんながわーってなるんです。なんかの CM に使ってたよね。あ、そうですそうです。携帯の、最近は携帯の、携帯か、はい、携帯が。ほらこうやって歌えてるわけないですか。サビってサビってもサビでいいよ、はい、サビってでここはもう分からないんですけど、なんかいいなってなってくる。この辺長いで、ね、いいんです。それでうわーってなってくる。え、これ誰かがじゃあ歌ってるってこと。もう来る。そうですそうです。例えば私が歌うじゃないですか。でもうサビが来るときにみんなで歌えって言うんですよ。あ、こっからか。どこ。レレ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  And so Sally can wait. She knows it's too late as she's walking on by. 知ってるよこれは。いいでしょ。知ってる知ってる。いいじゃないですか。まだのバッキーなんか I had to say。 もう分かった分かった分かった。いや知ってるよってなるわけです。これは
二十歳でも分かりますよね、これは。知ってるよね。知ってるけど、歌詞までは知らん。でもそれでもイエーイってなれるんです。あ、これはね、僕カラオケでいつも入れるんですけど、うん、大合唱になります。ですよね。これは知ってるもんな。うん、そうなん。歌詞までは知らんけど、それでも聞いたことあると。それでもいけるという盛り上がる曲です。まあ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 、いいんじゃないですか。いいでしょう。野村君、うん。野村さん。僕は、はい、オアシスの Don't Look Back in Anger。 ほんまに？ほんまにですか？2回目。お前それ歌いただけやろ。お前もう一回歌いただけやんけな。同じわけないやろ。書いてましたよね、僕。ほんまにほんまにそれあげてたの？え、ほんまにかぶったの？かぶった、ほんまに。ほんまにかぶった。え、嘘や。やったー、これ。マジで？同率1位だ。いやけども、うん、だってそれしちゃうと、まあ、ちょっとね、うん、あれかなと思ったんで。変えます。変えます。何を？まだあります？銀南ボーイズの。いや、これよう言えんな、お前。思い出のやつや。オープニングでずっと言ってたんけ。ベイビーベイビー。あー。これは、あんないんかい、ないねんって。ないんかい。銀南ボーイズがなかったんですよね。そう、オープニングにも銀南ボーイズかけてくれようとしてたけど。街はイルミネーション。君はイリュージョン。俺は知ってるよ。永遠に。なんで最後行くの？なんでいきなり最後行ったの？ベビー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 、ねねねを抱きしめていたい。あー、懐かしいですね。あ、これは知ってる。見たことあると。あ、ほんまはね、好きな曲別であるんですけどね。好きな曲じゃないですか。盛り上がる曲、盛り上がる曲でしょ。だからこれ、はい、銀南ボーイズのベビーベビー。いやー、これはいけたやろ、今週は。はい、ということで、はい、1位を決めないと。カラオケで一番盛り上がる曲1位、はい、ディレクター決めてください。お願いします。お願いします。さあ、やった、河野。嘘。え、やった。よし、河野さん。いや、めっちゃよかった。いや、河野さんやない、歌ってたよ、みんなで。ちゃんとみんなで歌ってたよ。そっか。なあ、愛の手とかもあるしな、ジャブジャブスイスイ、ね、みんなで言えるし、世代も広いから。うん、これはいつどこでかけても盛り上がる歌です、これはね。うん、うん、まあ確かに、まあね、よかったです。なんかでも、河野さんが1位取ったらなんかしっくりこないですね。いや、しっくりこないですね、あらへんから。誰が1位取ってもいいようになってんねん、これ。河野は違うっていう。ミルキー覚えとけよ、名前。おい、送ってきてくれてんけど。ミルキーさんですよ。ミルキー、それをちゃんと直しなさいって言いましたよね。ごめんなさい、ラジオネームには3をつけるってね。とつがないとの第一の約束。この人がまず名前書いてないからね、僕の。これに関しては僕3つける義理ないで。いや、違う違う、義理とかじゃないやん。そんなこと知らん人呼び捨てするんですか。じゃあ こいつは名前も呼ってないんだよね。ごめんなさい、ミルキーさん。ミルキーさん、ミルキーさんね、僕河野と言いますから、僕の名前も覚えてください、はい、今日の1位は河野さんですから、ね、はい、ありがとうございます。はい、ということで1位を決めないとのコーナーでした、はい。プリマダンナの今夜も嫁がないと、 KBS 京都からお送りしています。ダメよダメよ。はい、ということでメッセージが届いています、はい、ご紹介しましょう。大阪府ラジオネームフラワンヌさんからいただきました。今日はまあその異性の表現してしまうような、ね、うん、今まで見たことない一面を見たっていうテーマですけども、うんうん、驚いた一面。野村さん、河野さん、中地さん、こんばんは。こんばんは。今日のメッセージテーマですが、私は男子部員と2人で買い出しに行く機会があったのですが、うん、普段はかなり無口なのに、自転車の後ろ乗るとか、荷物持とうかとか、たくさん話しかけてくれて、いつもと全然違うやんとびっくりしました。お三方は大勢と一対一では接し方が違ったりしますかと。あ、まあ、自転車後ろに乗るって、まあ、二人で絶対ダメですけどね。ダメですけど、うん、でもなんかこう積極的に気遣ってくれてるって感じ、うんうんうん、でもいい一面ですよね。そう、普段は無口な人が二人っきりになったらこう話しかけてくれてとか。あ、確かに僕も普段無口ですけど、二、うん、人っきりになったらすっごいお尻触りますよ。ダメよ。いやいや、希少すぎるで。ギャップがね。いや、ギャップ女子はギャップ弱い。普段無口ですけどが何にもかかってないから。普段無口やのに。やのにじゃない、ね、もう触り倒す。いや、関係ない今。お尻触ると無口が結びついてないから。普段触らんのにとか言ったらまだな、うん、あれやけど、あかんけどな。普段触らんの。普段触らん、当たり前、当たり前しな。でも変ですけど、うん、無口関係ないから。いや、でも男の子は多分、 いや、これ何歳でも10代とか言ってるわ、うん、ああ、まああかんで、やみこもにそんなんいいなよ。冷やかしでそんな彼女がなんか、そうなんてなってまうかもわからんから。あ、好きやとか、うん、いや、好きかどうかわからんけど、その
緊張しつつ、あ、もうそんなもうナイーブな時期やでお前が敏感すぎるって緊張しつつこう場を和ませるためにね、うんうん、こう話しかけてくれる男の子の優しさよ、これは気遣いですよね。そうそうそう、うん、女の子と喋るだけでも、まあこのね、何歳か分からんけどこの年だったら多分緊張するから、うん、二人っきりになってね買い出し、ええー、わこんなんがいいよな。でもな、そうですよね、文化祭の準備とかだなこれはいやいいですね、部活のなんか買い出し、あ、そうかな、うん、そうか部活男子部員とって書いてるから、そうか部活か、うん、何の部活やろな、ええー、な、ね、でもこういうの俺何回も何年も言ってるの、その、うん、何の部活かなってさ、そう書いてないわけやんか、うん、書いてない、答えが出えへんのに疑問だけつくのやめてくれよめっちゃ気になるやん、そうそう、ああもう絶対2部まで引きずるそんな2部まで何の部活やってるか俺はずっと考えてた、話も膨らまないしねこの場面、次のコーナー大丈夫かな2部、いやこっちが考えてるだけやから何の部活してんねやろ何やろな、いや何やろなじゃなくて、そういうところじゃないでしょ着目点は、まあ、甘酸っぱさね、僕らね帰ってこないですけども、ね、もうその今だけ味わえるそういう環境を大切にして、青春をね楽しんでください。いいですね、男子もね、はい、ありがとうございます、はい。今日のメッセージテーマは異性の意外な一面です。うん、第2部を募集していますのでよろしくお願いします。はい、その男子は君のこと好きやぞ。ゆうた。ドラのセリフがあって、でこのセリフに。セリフもあって、何の考えですかそれは。あ、ごめんなさい、はい、あのお芝居がね、うん、控えてるんですよ、近づいてきている今月、はい、で自分の書いたお芝居なんですけど、はい、あのセリフが多くて自分で書いたのに、自分で書いたのに、はい、で息でちゃんと覚えようと思って、うん、台本開いてたのに、うん、寝てしまってあ、結構長い時間乗りますからね、帰りはね梅田で泊まるから安心なんですけどいや寝るつもりじゃないですかそれやったら、あ、おばらかいやだから一部でちょっと話してた、はい、2月にまたお芝居あるんですけど、うん、今書いてるんですね、はい、すごい手前味噌ですけどいいお芝居になりそうやなと思うんですけど、うん、なんとなくこのキャラクターは僕がやろうって決めてる役柄があるんですけど、うん、もうねこいつ喋んなと思いながら書いてますねあんま喋ってくれんなよっていう、演出して出演もされるということですね、はい、もともとは書いて演出のつもりだったんですよ、うん、でもその祇園の木崎さん主催のお芝居のイベントで、うん、まあ、のむちゃんもせっかくやから出てよっていうことで、うん、片方金土にあるんで片方はこのとつがないとかあるんで、はい、まあおそらくお休みして、うん、僕と同じ役を別の方が、うん、だから A キャスト B キャストみたいなことすると思うんですけど、うんうんうん、はい、いやセリフ僕ねダメなんですよ、暗記苦手なんです、はい、昔から。今何割入ってるんですか頭に。あ、今度の1月のお芝居ですか、はい、8割、うん、0.8 割、はい、まずくないですか、まずいですね、だいぶまずいんじゃないですか。今日この後10時半から大阪の難波で稽古あるんですけども、うん、多分怒られます。プリマダンナの今夜も嫁がないと。こんばんは、プリマダンナ河野です。プリマダンナ野村です。アシスタントの中島静香です。怒られるんですかこの後。怒られるよ怒られにくい、まあ、ラジオドラマみたいに台本片手にできたええのにな。 0.8 割、え、ほんまいつやったっけ本番がね、20、21、あと1週間、はい、うん、でも稽古が始まると、うん、だから自分で書いてるから話の流れは覚えてるんですけど、思ってるよりね長ゼリフになってしまって、はい、ところどころ、わあ、それは大変やな、うん、だって一回僕が出てたねお芝居に河野が見に来てくれたから、ね、あったあった、あの時もめっちゃ多かった。いやすごかったですほんまに。お芝居自体見ること僕新鮮なんですけど、はい、相方の見に行って、うん、いやすげえなって思ったですほんまに。それはご自身で書いたんですか。それはね、別のちゃんとした脚本家の方が書かれててのお芝居に参加させていただいたんですけど、その時がねもう量もさることながらすごい大事な役で、一番言うたらそのお芝居で重要なキーになるセリフを僕が任されてる役だったんですよ。でそれがもう練習中も一回も OK もらえなくて、違います、それ違います、その言い方じゃない、その間じゃない、そのトーンじゃない、もういろいろ言われてもみくちゃになって、うん、で5回ステージがあったんですね、そのお芝居、うんうん、1回目
ダメって言われたんですよ、うん、あれもうだから分かってないわって言われて、うん、マジっすかっつってまたへこんで、でもう2回目夜にやったんですけど、そこまでずっと考えてでやって、で、OK もらえたんですよ、うん、あれやでって言われて、ありがとうございますって言って、でまあ初日やったんで3日あるから、まあ軽打ち上げですね。あ、だからごめんなさい、1回目がダメ で2回目もダメだったんですよ、うん、で3回目だから2日目の夜ですね、うん、中日の夜に打ち上げで、いや3回目よかったよって言われて、でまあありがとうございます。で演出家の人がすごい褒めてくださって、で演出が女子の方が厳しくて、はい、まあでも野村くん今日でマックス出たってことは明日2回は多分もうあれ超えることないねって言われて、うわ、そんな言われない、まあ、あえて葉っぱをかけるっていう、いや任せてくださいって言ってた4回目、うん、だから最終日3日目のお昼にあった公演に河野が見に来たんですよ、うん、はい、ラス2やな、だからそう、うんうん、セリフバシッと決まったんですよ、うん、で滞りなく長ゼリフも終わって、はい、安心して、最後ね大きい看板を床にドンと叩きつけてセリフを言う、かっこいいセリフを言うっていう、うん、もう僕の見せ場のラストがあるんですけど、うんうん、河野が来てるっていうなんか変な緊張があってで やりきらなあかんっていうので、うん、もうバレへんぐらいの甘噛みとか軽飛ばしはあったんですよセリフで、あかんあかんと思いながら、はい、あーってやって、で最後バンってね、めっちゃかっこいいんですよそれも、うん、その看板のダーンって置い床に叩きつけた時の響く音とかが、うん、もうそれでハッとなるんですよ全員が、でそこに僕のセリフ、うん、もう怒鳴り声上げるんですよ、うん、サインはもちろん魔球やーっていうね、野球は舞台の、うんうんうん、あの舞台でサインはもちろん魔球やーでグッと閉まって、でそれを畳みかけるように他の演者さんもいろいろ出てきて、うん、これまでのお芝居見てて2時間通していろんなこと思い出して、お客さんも、うん、でグッと涙するってし、うん、4回目の時僕バーって出てって看板ひっくり返して持ち上げて、うん、床叩きつけた時に、うん、ダーンって来たんですよ、うん、ババーンって左右ってなって同時に落ちなかったね、足が2本あったんですね、うん、あっと思って、うん、サインはもちろん負けやそんなふわふわじゃなかったけどこっちは気づかんかったけどな、全部台無しやってそれでそうですね、ダーンで決めたいですよね、僕はまあ1回しか見てないからそのミスには気づいてないんやけど見てる方は分からんぐらいのレベルやけど、でもその決め方っていうのがあるわけですね、やってる方からしたらあるんかもしれないな、そう完璧じゃなかったとい う, そう終わってからだから演出家の女子の人が、はい、もうはけてすぐ僕のとこ来て、うん、ほらやっぱりやったねって言われて、うわー辛い、悔しい、すいません、悔しいですね、最後ははい最後は任せなさいそう、ただん、いやーいや、お芝居はすごいですよね、そう2時間、はい、言うても漫才僕ら言うても出番5分10分ですから、うん、普段ね、うん、まあ、単独になったら1時間ぶっ通しの漫才とかもあるけど、はい、でもかといって僕らの漫才はまあまあそのコンビにもよるかもしれんけど、セリフ一語一句決まってるわけじゃないんですよ別に、うん、その時によって変わったりするし、はい、ジャズやからね、そう野村君言ってますかっこいい、漫才はジャズだという名言を残してますから、うん、で逆に、逆っていうかもう言うたらもう台本すらない場所もあったり、うんうん、ここはもう本番本当に即興演奏と、うん、そこはもう流れに任せてって言われることもあるぐらいやから、だからお芝居ってなった時に一気に変わるから、そうですよね、一語一個覚えなあかんわけでしょ、うん、基本的には ねそれ一つ一つの言葉を大事にしてるね、うん、人ですから、うん、間違えたら後に響いてくるということですもんね、そうそうそう、これができやったことないから僕はすごいなと思うわ、うん、まだね唯一救いなのが今回の1月のお芝居に関しては、まあ、コメディだから、うん、喜劇だからまだね、うん、まあかんけども、うん、じゃあ例えばちょっとミスを犯しましたって、うん、笑いに持っていけるのが救いで、はいはい、2月のやつがまあ、感動は感動なんです、まあ、もちろんコメディ要素もあってなんですけど、これでねだからさっきも言いましたけど書きながら、うん、なんめっちゃ喋るやんって自分で書いたのにね、うん、いやこれすごいな、難しいですね、違う緊張もね、うん、あるやろうし、うん、ね、生っていうね、そうそうそう、ね、そうやね、生そうですよね、撮影じゃないからね、うん、舞台は、でもだからいいんですよね、息のまれるというかいい緊張感があるし、張り詰めてる、見る方も僕見に行くのも好きで見ますけど、うん、うん、やっぱりなんかいやね、舞台独特の怖いんですよね僕は、やっぱたまにねその
お芝居まではいかへんけどコメディ新喜劇とかの、うん、新喜劇の若手の方と僕ら、うん、吉本漫才劇場の、コンビ普段漫才コントしてる人が一緒になる新喜劇みたいなのがあるんですけど、うん、そこに出るだけでもやっぱ緊張するし、はい、何よりそのネタとかやったら僕ら出囃子が流れてそこに飛び込んでいくじゃないですか、うんうん、じゃなくてもう元々舞台に何人かおるとこに入っていく、これがすごい僕はなんか違和感があるとか緊張するんですよ、うんうんうん、今まで作ってた中に入っていくでそこでなんかミスしたらとかいろいろ考えちゃうから、はいはい、いやだそれをやってる人はやっぱすごいなってめっちゃ思うな、うん、だからあのコメディやってる時も、うん、あの普段のネタもそうですけど僕まあとか、うんうん、緩急とかすごい気になるんですよ自分の中の感覚がいっぱいあって、うんうん、それにそぐってないとすごい気持ち悪いんですよ、うん、であのコメディ出た時に僕そんなね偉そうに言えるほど経験もないのに、うん、河野と一緒ですから普段漫才やってるから、うんうん、やけども絶対にこの間の方が笑いになるのに、うん、河野がちょっとこのセリフ長いみたいなのがあったんですよ、うん、で1回目公演終わってそれも長かったな回数いっぱいあって、うん、やらなあかん、出なあかんのが、うん、で1回目終わってちょっと長いなでもまあ本人気づくやろ多分1回目の受けで、うん、もうちょっと短い人が受けるなっていうのをって思って2回目見たら長かったんですよ、うん、もう1個長なってるぐらいの、うん、いや違うってだからそれって受けへんねんって、うん、で3回目の時にもしやったら言おうと、うん、その後にもまだまだやらなくなったんで、はい、3回目さすがに続いて言おうと思ってた3回目公演の時に僕が舞台上の椅子蹴飛ばして客席に椅子飛んでったんですよ大丈夫ですかそれガシャーンほんまにお客さんめがけてお客さんに当たらなかったけど、ね、あーよかったですね、うん、もうそんなん言える空気じゃないですよね袖帰ったらこいつがニヤニヤしながらふひふひやったねって言われてやったねだからね人のミス喜ぶことなしですよいやだからすごい集中してなあかんねんな多分なお芝居って僕もう周り見えなくなるんで他そうだからこうの匂いこうの匂いと思ってたらいや そこは良かったんけど別に、はい、あ長かったなと思って自分のセリフ戻ってでなんか、うん、そうやねハス向いてやらなあかんかなんかの時にドテってねコメディアがこけなあかんのが、うん、でも慣れてへんからこけ、うん、方めっちゃ下手だったんです僕、うん、でそっちに集中こけ綺麗にこけようってするあまりに、うん、ほんまこけすぎたんですよね忠実にバコーンって椅子全く見えてなくていやだからそれを普段ではありえないことやからね、うん、漫才中にはないことやから、うん、お芝居では、うん出てくるミスやもんな。ふひひって笑うんですか、河野さん。ふひひというか、ふひひってやったねって言うんですね。いや、コンビやのに、ね、相方やのに。いや僕はね、うん、よくミスするタイプですよ。野村ミスしないタイプなんですよ。基本的には。はいはい。だから野村がミスした時に僕めっちゃ嬉しいです。ちょっと嬉しいですね。遅刻した時とか、ね、僕は。ミスしよった。めっちゃ嬉しそう。いつもミスする方はね。コンビでしょ。僕はだから言わないんですよ、もう。怒ってしまってもしゃあないから。はい、でも基本的にそのお笑いだとか舞台 の, その作品っていうね、はい、一個のものを、いいものにしようっていうところは、極力言うようにはしてるんですよ。はい、偉そうですけど。うん、はい。いやこれどっちが偉いとかでもなくてっていうとこじゃないですか、うんうん、いいものを作りたいがゆえのね、うん、けどなんかもうねこっちはだから普段言わんだけで思ってるからなっていうだから僕なんかはね健全なんですよまだこの人前でねラジオで電波通してお前ぐらーって言うてんのはまだ健全で、うんうんうん、ほんま誰もいてへん暗がりでこいつの唇だけが光ってるんですよどこやそれどこやねんだ舞台袖でフィヒってこう聞こえてちょっといや嬉しいっていう言い方で、まあ、ちょっと語弊あるけど、うん、なんかホッとするというかねあ、うん、こいつもミスするやなみたいな気持ちですねそう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 いう時があるたまにね、うん、じゃあということで今日はですね、はい意外な一面、はいね、それこそ異性の意外な一面、紹介しましょうかね、はい大阪府ラジオネーム長ウディさんからいただきました、はい野村さん河野さん中地さんこんばんはこんばんは今日のメッセージテーマ異性の驚いた一面ですが、はい、僕は彼女いない歴イコール年齢の15歳の男なんですが、うん、全然まだまだ大丈夫やな余裕やで15歳です余裕やで一度だけ女の子と漫才劇場に見に行く機会があり、うん、僕が2人分のチケットを購入しました、うん、そして当日その女の子にチケットを渡すとえコンビニで買ったん手数料かかってるやんもったいなと言われありがとうも言われませんでしたそして後日メールでそういえばチケット代払ってなかったけどもういいとだけ来ました、僕はドン引きしました中地さん女性ってこんな生き物なんですかいや違う違う違う少なくとも中地は違うよ中地は違うよそんな女自分だけかばってそんな女あかんどこれはかわいそうやでもう次行き
これはもう俺ようラジオで言ってるけど、ほんま会見の時に財布触りもせん女もうすぐ切れマナーやな、マナーこれはなんかね、そう、いや、そう、払うそぶりだけでええのよ、嘘でもな、うん、そうやったらいいよって言うやん絶対。でお金をめちゃめちゃ持ってる女の人にはな、うん、適度に甘えろいやそれまた違うじゃん、適度やぞ、それは紐と言われる、度が過ぎるとややこしい。まだ15歳やからその上級編は早いと思います。まずは男がリードするということを知っとかんと。レッスン2や、まだや、今君レッスン1や、 だいぶ先へのことやから。 でもこう一生懸命やったっていう、そう、これいいことよ、全然、はい、長売君の行動は素晴らしいですよね。で女の子も詳しいねんな、コンビニで買ったら手数料かかってるんちゃう、もったいなって、その手数料かかることまで知ってるから、うん、詳しい子なんやな。罪が重いよね、知ってるのに、うん、じゃあね、最後これあかんな、チケット代払ってなかったけど、うん、もういいっていう言い方が、うん、払ってなくてごめんね、うん、今度返すわ、そう、ね、いやいいよいいよ、あれは俺のおごりやから、このラリーがいるやん絶対に、うんうんうん、だって15歳ですよ。なあねえ、これはちょっとかわいそうやな、うん、長ウディさんがね。長ウディ君は間違っていない、全然大丈夫なんでこのまま続けてください。この女の子がちょっとね、はい、悪かったってだけですから、そうですよ、うん、気をつけてください、ね、はい、はい、京都府のラジオネームマニアさん、はい、野村さん、河野さん、中井さん、こんばんは。こんばんは。異性の驚いた一面というか、私自身が異性の友達に驚かれたことですが、うん、それはカラオケで男性アーティストの曲ばかり歌うことです、うん、女性アーティストのバラードをよく歌うイメージが強いらしく、うん、マキシマムザホルモンを歌ったり、アシッドブラックチェリーを歌うと、え、そんな歌うんやと言われることもあります。うんうんうん、いてるね、いてるな、うんうん、ちょっと激しめのな歌をバーって歌ったりとかね、うん、好きなんでしょうね、その子はね、マニアさんが歌うんでしょ、はい、だから、うん、マニアさんが好きやから歌うんですもんね。そうそう、僕はもうこのタイプよりもめちゃめちゃモノマネ入って歌う女子がダメで、あ、中でも、うん、ゆきちゃんと椎名林檎、うん、この二人だけはほんまに真似して歌わんといてほしい。それは好きやから、うん、ゆきちゃんと椎名林檎が、うん、ふざけんなと思うね。あゆとかもそんな感じでしたよ、ね、あゆ倖田來未な、そのラインをモノマネする子は多いよ。それはええの、あのね、うん、まあその辺は、うん、なんか別に、うん、トンと興味がないから、だから好きやからね。好きやからでしょ。そこはな。そう。わかんねえけど、なんかもうさ。わかるよ。でも。なんかな。好きやからこそ、あら探すしな。その、いや、そこちょっとちゃうねんとか思うと、うん。見てないねんとか思っちゃうから。思っちゃうから嫌やな。うん。あら探してない。もうしょっぱなから嫌や。違うってなると思う。違う。そうじゃないって思う。ツボ押さえとったら、でも笑えたりすんねんけど。椎名林檎さんとか特に特徴あるから、うん、まあ、マネというか、ちょっと寄せて歌う人は多い。歌ってるうちにというか、ね、単純に上手い人が歌うのは何にも気になるんですよ。むしろ、ああ、ええやん、ええ曲線とか言えんねんけど、うん、なんかもう、必要以上にさ、昔のあれを意識して巻き舌が過ぎたりとかすると、なんかもうええもんやな。難しいですね、カラオケ。ちょうどいいので言うと、愛子さんを歌ってくれる女性が僕はちょうどいいですね。愛子さんの曲やったら、うん、なんかあんまモノマネっぽくならへんねんな、多分普通に寄せたとしても、うん、確かに、うん、歌いやすいんか分からんけど、確かにそうですね。愛子の曲をだから覚えてください。マニアさんは愛子の曲歌ってってよく言われますよ。でしょ、はい、いや好きやね、男は愛子。いや俺別に、私は愛子大好きなんで、歌えるんですけど、ああいいやん。でもね、カラオケで、うん、その少し背の高いとか言うの嫌なんですよ。もう突っ込まれるから。ああもうもうその辺からで、俺はもうそれよぎってたもん。そうでしょ、うん、ナイーブやな、うん、中地さんには愛子はナイーブやなと思って、フルなよと思う、カブトムシ歌ってって言うから、私より少し背の高いとか出てくるんですよ、よく。ほんまやわ、ちょっと愛子ちっちゃいやから、愛子ちっちゃいもん、あなたの大きな手みたいな、ほんまや、私の方が大きいっちゅうねんって言うから漫談やん。ほんまに、ほんまにそうなるんで、中地の愛子漫談や、嫌なんですよ。私の方が大きいっちゅうねんちょうどいいライン。じゃあ誰の女の子の曲、うん、その誰の歌歌ってくれたらええなって思うの。いやそれはリンゴちゃんよ、一番は。ええ女はあかんやん。いやけども、だからこそやねんって。じゃあその子の声で歌ってほしいってこと。そうそうそう。でもちょっとな、歌い慣れてる人こそちょっと近づけてまうやんか。まああと柴田純とか。柴田純どの曲柴田純さんどの曲よ。嘘でしょ。どの聞いたら分かると思うわ。
ちょ、分からへんわ。分からへんわ。それずっとふんふんですか。ちょっと歌詞言ってくれるの分からへんのも多分。ハミングでは。ちょっとメロディーラインもあんまり伝わってこないんですけど。原曲聴いて分かるんかな。ちょっと分からんかったな今のでは。うん、嘘でしょ。めっちゃ素敵っすよ。だいぶ素敵なのは分かるんですけど。今の世代の人は知らないでしょでも。いやだからその今の世代のさ20代お前じゃあ西野カナを満金で歌われてグッと来るか怖い嘘河野さん来るんじゃないいや可愛いと思っちゃうんじゃない思っちゃうかもしれんトリセツとか俺結構好きやで、ね、俺結構好きやもんそんな歌える女の子な満金で歌ってくれたら俺好きやな全然かわいいねえダーリンやなねえダーリンそんな違うわお前なんでそんな言い方ねえダーリンやろまた靴下脱ぎパナスでやな誰やねんそいつなんでそんなしゃがれた声やねんかわいい曲やからあれもそれはいいわ全然いいわ歌ってくれた難しいですねカラオケの選曲ってラインがねうん、いろいろ気にしなくていいと思いますよ全然好きなやつ歌えばいいんですけどそれが楽しみじゃないですか、うん、それをが合う男性を探せばねうん、うん、いいんですよ、ねはい、今日のメッセージテーマ異性の驚いた一面ですまだまだお待ちしています、はいってたら来よるな誰がニベアの化身がトロンタ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 ロンあニベアの化身じゃなかったですねコウノスケちゃんに何でも聞いてみないと僕はだからあれですねあの女の子がこう椎名林檎を入れて、はい、で急にああええ曲やんとか言ってたら、うん、女の子僕のところにマイク持っといて、うん、何っつったらいやあの浮雲のとこ歌ってちょもう無理やってっていうこの感じが好きなんでいやいや違うんです椎名林檎は歌ってほしいあのもうコーナー始めますから何のコーナーどんなに拒否をしても幸之助ちゃんに何でも聞いてみないとのコーナー入ってますんで最悪やこんばんはこんばんは幸之助ちゃん今週もお願いしますよろしくお願いしますさあこのコーナーは小学1年生の幸之助ちゃんにみんなの相談ごとに乗ってもらおうというコーナーですよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、先週は初回で緊張したんじゃないかな緊張しました、うん、すごい学校に行っても反響がすごくてみんな聞いてくれてました反響とか言わねえよ人気者なのはいもうみんなこれを聞いて、うん、すごくすごく中地さんと野村さんが面白いって、うん、僕の力ではなくお二人がすごいってみんな言ってました絶対人気なお前みたいなやつなんでほんまに気使える子供やったら一応プリマダンナのラジオやから俺の方名前先にあげろよごめんなさい1年生だから小1だから小学1年生なんですなんか声聞いたら肌荒れてきたわ赤なってきたわジンマシンになってますけど大丈夫ですか照れてるんですか野村さん照れてる照れてる照れてるわ、うん、野村さんは絶対僕のこと好きなんです、うん、知ってるんですそうなんですよじゃあ幸之助ちゃん、はい、今日もあの相談に乗ってくれるかなはい何でも乗りますよろしくお願いしますねよろしくお願いしますラジオネーム次男さん女性からのご相談ですいつもありがとうございますちゃんと俺言えるねはい偉いねさあ幸之助ちゃんに質問です私は今テスト前なんですがはいどうして勉強しなきゃいけないのか教えてください結構難しいと思いますよ勉強ですか勉強するよね幸之助ちゃんもそうですね僕も、うん、あの学校でどうしたの幸之助ちゃん野村さんが、うん、ミンティアを口に含んだまま、うん、こっちを呆然と見てたので驚いてしまいましたすいません野村さんが脅かしてごめんねごめんなさい、うん、あの僕も学校でいろんな勉強をするんですが、うん、声がちょっと河野さんっぽくなってきてますよするんですが、はい、ごめんなさいいろんな勉強をするんですが、うん、僕も正直勉強嫌だな苦手だなって思うこともあるんですそうなんだはいでもこのラジオもそうですし、うん、例えばいつも勉強してる時に使う鉛筆とか教科書とか、うん、それこそ電気とか、うん、全て誰かが勉強して作ったものなんですよね、はい、なので、ね、今までに勉強してきた人がいるから今僕たちが素晴らしい生活を送れてると思うんです、うん、なので今僕たちが勉強するのは将来僕たちの子供とかそれ以降の人たちが幸せに暮らせるような生活を
作るために勉強はしないといけないと思います。すごい発想だね。声上ずって終わるトーンになってからが長いわまとめて喋るよ。トーンとかは分かりません。そう、まだ分からないよね。全然分かりません。ちょっと難しいこと言うよね。ごめんなさい、ね、すいません。コウノスケちゃん、じゃあ、はい、そういった感謝の気持ちを持って勉強してるんですね、はい、そうです。すべてのものに、うん、どうしたの？ごめんなさい、すごい野村さんすごい顔してるよね。野村さんがすごい顔して斜め下を見ているので驚きました大丈夫、気にしないで。全てのことに感謝をして日々生きています。中地さんも野村さんにもいつも感謝してます。いつもテレビの前でお二人の活躍を見ております。構図なん、なんだそれじゃあコウノスケちゃんは大きくなったらどんな風にして、はい、未来の子供たちに役に立ちたいんですか？はい、僕はまだどうなるかわからないですけども、保険打つな保険打つなドラマとか映画とかで活躍できる俳優さんになりたいです。俳優さんが夢なんだ。はい、そうなんだ。いろんな役をしていろんな人を幸せにしたいと思ってます。無理俳優になったら幸せになりますか？今のお前のキャラクターが崩れていくから俳優になって認知されたことにな、いろんな素敵なドラマとか映画に出て人を幸せにしたいです。そうなんだ。名村さん、僕喋ってますよ名村さん、僕ずっと喋ってますよ。すごい、もう拒否反応が出てあります、野村さんがごめんなさい。そうなんですね、はい、そうなんです。そうだな、じゃあもう一つ質問してもいいかな。はい、まだ続くんかもうええやろ一個でじゃあ嫌いな勉強は何ですか？嫌いな勉強ですか？音楽です。なんでですか？僕すごく音痴だなって言われるんです。ちょっと歌ってみてくださいよ。何歌えばいいですか？じゃあチューリップにしましょうか。はい、咲いた咲いたチューリップの花が。ありがとう、上手だったよ。本当、本当ですか？上手に歌えてました。音楽の勉強も頑張ってね。頑張ります、ありがとうございます、はい、今日もありがとう、コウノスケちゃん。はい、また来週もよろしくお願いします。来週も来てくれるの？もちろん、だって野村さんが来てくれっていつも頼んでくるんです。野村さん、そうなんですか？こういう AV ありますよねAV って何ですか？こういう AV があんねん。AV って何ですか？ええ大人がな、お前みたいな格好してな僕気持ち悪いやつや。AV って何ですか？いいんです、いいんです、それは知らなくてもいいんですから。コウノスケちゃん、ごめんなさい、はい、俳優になった頃に知ってください、はい、さあリスナーの皆さん、コウノスケちゃんに聞いてみたいこと、相談したいこと、まだまだ募集していますので。俳優になったらめちゃめちゃ遊ぶやろな以上、コウノスケちゃんに芸人の方が遊んでるみたいな。若手俳優の方がよう名前聞くぞ。来週もお願いします。いろんな店で来週もお願いします。コウノスケちゃん、ありがとう。二度と来んなよ。河野さん、今日すごく面白かったです、漫才劇場。 ありがとうございます。あの前も来たんですけど、はい、名前覚えてますか？いや、ちょっと覚えてます。ほんま覚えてるけど、そういう時そのファンの子に対してお前ほんまどう思ってる？腹の中でなんでお前だけ覚えてるって言わなあかんの？お前のクソみたいなコーナーのせいで9分半押しとるラジオドラマナイトですえ、何が俺予定より9分半遅れてんねん。あ、コウノスケちゃんもまた来てたんですか？あ、はい、来てました。じゃあそこはっきりしよう。途中でなんか、はい、コウノさんの声に戻ってます、すいませんとかあったやんかじゃあはっきりしよう。別人です。別人ね。僕は今ちょっと抜けてたんで今帰ってきました、はい、うん、いつもお世話になってるみたいでね、コウノスケちゃんがと思うの、うんうん河野さんの何なんですか？河野助ちゃんは知り合いです。あ、知り合い。今日も良かった言ってましたよ。あ、本物ですか？はい、優しくしてくれて。 AV って何ですかって僕聞かれたけど言ったんですか？いや、僕は何のことかなっていう。僕はもう説明を走り書きで書いたやつを渡しました、うん、もう小一にして学んだんですね、河野助ラジオドラマないといきましょう。はい、はい、このコーナーでは毎回ラジオドラマをします、リスナーさんからいただいたお題で、僕野村が台本を書いてきますので、はい、僕河野中地さんの3人でドラマに挑戦すると、はい、いうことで。そうなんです。今日のお題なんですけれども、うん、はいはい、ラジオネーム次男さんからいただきました。受験生のお守りという、うん、受験シーズン前ということでね、はい、そうですね。お守りの話、さあどんな風になってるんでしょうか。言いますか？
早速行きましょう。はい、お願いします。あれ、あれ野物助、野物助ちゃん来てる。野物助。では今日のテーマ、はい、受験生のお守り、ラジオドラマスタートです。筆記用具に受験票、手袋、マフラー、下痢止めに、ああ財布、財布と、これで全部かなあ。話は15時間くらい前に遡る。いいか みんな緊張すると思うが、明日は いつも通りでな。先生が緊張してますよ。バカ俺はいつも通りだよ。はい、先週の家庭科で作ったお守り配るから後ろに回して。お守りね。俺はこの手の類が苦手だった。みんなで手をつないでみたいな。俺の手元に届いたのは不細工な犬だか猫だかが描かれたフェルト生地のチャチなお守りだった。だっせー。ねえ、それ私が作ったの。え、これ君が作ったやつでしょ。おうん、私たちだけ二人で帰っこしたみたいだね。おこれは悪くない。俺は彼女のお守りをカバンに縛り下校した。あら、久しぶり。元気にしてた？おばさん、お久しぶりです。お母さんから聞いたわよ。明日大事な試験なんですって。はい、まあ、これね、おばさんが下の子の受験の時に持たせたお守り。うちの息子もこれで通ったんだから。はい、どうぞ。あ、どうも。お下がりのお守りってどうなのよ。カバンの内ポケットにしまい込んだ。大丈夫ですか。すいません、弟が明日受験なので、お守りを買った帰りに こんなことに。今とりあえず救急車呼んだんで。いや、私はもう私の代わりにこのお守りを弟に。え、めんどくせえ。住所も何も分からず届けられるはずもない。とりあえずポケットにお守りを入れた。もうすぐ家だ。最後の追い込みをしたし早く帰ろう。あ、俺のコック帽が。これは師匠からもらった大事なコック帽なのに。このコック帽をかぶって受けた国家試験に通ったりと、ご利益満点のコック帽がうっかり池に落としてしまった。くそー。なんだこのめんどくさそうな男は。ご都合感がすごい。お守りが増えていく今、確実にお守りを増やそうとしている。面倒だ。絡むな。僕この帽子がないとダメなんです。話しかけてきた。確信犯だ。何かの力が今俺にお守りを持たせようとしている。池に落ちたんです。聞いてたよ。聞いてた。ってかうちの家の近くに池なんてあったっけ。なんだか都合のために地理まで変わった気が。仕方ない、諦めるか。男はお守りの代わりのコック帽を諦めたようで肩を落として去っていった。まあいい、とにかく今は帰って明日の試験の追い込みを。あなたが落としたのはこの金のコック帽ですか、それとも銀のコック帽ですか。もっと面倒なの出てきた。メルヘンが過ぎるよ。池から女神出てきちゃった。金でも銀でも俺のでもないし。これどうしよう。あなたが落としたのはこの金のコック帽ですか、それとも銀のコック帽ですか。あなたが落としたのはこの金のコック帽ですか。もうロープレのキャラみたいにセリフを繰り返すだけだ。どうしよう。落ち着け。最短で家に帰るには普通のコック帽です。あなたは正直者ですね。褒美に金銀のご利益のあるコック帽を授けましょう。金銀のおまけにご利益までついてきた。どんどんお守りが増えてく。
そして気づけば寝落ちしてしまった僕は朝の身支度に追われていた。結局一夜漬けでできるものもできずだし、とそこで昨日もらったお守りたちが目に飛び込んできた。なんだね君、その帽子は。先生おはようございます。これですか。お守りです。落ちた。はい、受験生のお守りラジオドラマでした。だからね、いろんなどんどんお守りが増えていて、も結構あるあると思うんですよ。なんか、うん、お守りなんかね、周りがナイーブになってるから、うんうん、どんどん渡されるんですよね、うんうん、で自分は自分で友達となんかお参り行って買うてたりするのに、はいはい、まず親がくれて、うんうん、でたまたまおったちょっと知り合いのおっちゃんおばちゃんがなんか持っときみたいなとか、うん、学校でなんかみんなで作るやつとかって、うん、なんかその結局どれが一番効き目あんねんってなる。どんどんね。いや分からないですね、僕らでもたまにねお客さんがいただいてするもんね、賞、うん、レース前とか頑張ってください、これご利益ありますみたいなね、どんどん増えてくるという、うん、確かにそのあるあるがねあって、うん、しかも今回はそのお守りが帽子という形もねあったり、はい、まあ、一番、彼の中で、うん、主人公の受験生の中で、うん、神がかった出会いしてるお守りやったから、うん、まあ、一番ご利益あんのかなっていう、うんうん、まあ、試験会場で突っぱねられるっていう、うん、かぶっていったんやな結局。この後結構ごねてるんですよ。え、これで会場入らせてくれっていうので、いやあかんと、何入ってるかも分からへんし、いや見てください、ほんまに何もないんですっていう、あの押し物があって、うん、で結局落ちるっていう。ご利益なかったやん、うん、この子にとっては。そう、うんうんうん、ねえ、お守りでも持ってる人多いでしょうね今のシーズン。そうやな、あ、ね、いろんなとこにね、うん、みんな行くからね、実力プラスなんかこうね、うん、何かこうしたくなんねんな、持っておきたいというか。うちはもう親子2代で同じ神社に願掛け行って、うん、だからもうそのプレッシャーがすごかったですね。お母ちゃんそれで通ってる、うん、で兄貴それで通ってる、うん、からあんたもっていうので行ったもんやから、まあしんどかったです。もう行きたくなかったです。そうですね、変にプレッシャーになっちゃう。そうやな、願掛け、うん、でもなんかプラスのイメージがあったんですよ、あの、はい、小学生の時に兄ちゃんの高校受験かなんか飲んで、うん、その神社ついてって、あの帰りに本屋さんで金田一少年の事件簿買ってもらえたから、うん、そのいいイメージで、いい思い出がっていうね。確かに弟はな、ですけど、そう、弟は買ってもらうからな、うん、確かに。さあ今日はなんか河野さん役柄が多かったですね。そうなんですよ、先生、はい、最初ね、あの学校の先生させていただいて、うん、であの交通事故を起こしてしまった男の人ですね、うん、でコック帽を落とした男で、最後の面接官、試験官か、試験官、うん、で実はもう一つやらせていただいてたんですけども、うん、気づいたんですかね皆さん、どうでしょうか。どうでしょう、気づきましたかね、どうなんでしょうかね、はい、言ってくださいよ。言っちゃっていいですか、はい、監督、実はあの鳥のさえずりをしておりました。ここさあ当てた方おめでとうございます。ステッカーかな、ステッカー、いやそのだから今募集してないから。ダメですか、ダメ。一応その SE っていうね音も鳴らしてたんですよ、鳥のさえずり、はい、うん、で監督のこだわりで、うん、ここは河野の生声も取れと、うん、ちょっともう一回聞かせてくださいよ、僕だけのバージョンね、はい、うん、まあまあなクオリティ、うん、ですよね。実はこれがうっすらと、はい、その音の後ろで流れておりまして、ちょっとね、はい、言葉悪くなりますけど、はい、父ねぶってんけ、だいぶ悪いな。違う、だいぶ悪いですよ。鳥のさえずり、意味わからない、これ朝起きるときに父ねぶってようとなってきたら。鳥のさえずりをね、あ、そっか、はい、いかがでしたかね。いや、よかったです。やっぱバックトゥザフューチャー3もね、あのデロリアン号が最後あの線路からこうバーンってやって爆発するとこね、あ、こう普通の実際の煙だけやったら足らんからって言って急にあの時期にしては珍しい煙のあの足してるんですよ CG、あ CG なんや、そう、バーンって爆発して足らんからって、だもうその感覚ですよね。その感覚やったんや、分からへんもんなこれでは。だからあの最後のテロップ流れる時に、あの声も河野さんやってたやっていう感じだね。うん、最後にいいですね、鳥のさえずり河野ってなってるから、うん、ああ石田ゆり子さんかのあるな、そのパターンですね、し始めております。はい、こういうこともね、次回以降もあるかもしれませんから、はい、お聞き逃しなくて、次はどんな風になるんでしょうか。次のテーマ行きましょう。はい、行きましょうかね。いただいておりますラジオネーム森山宿さん、滋賀県の方ですね、はい、テーマ寒風摩擦、うん、こちら大阪府ラジオネームマルリスさん、
野村君があれね、母と暮らせばを見に行ったという情報が多分知ってるんでしょうね、はい、父と暮らせば、はい、うん、宇治市すずめさん、こちらは恋人試験、うんうん、来月はバレンタインとそして入試もあるということでこれ掛け合わせた恋人試験、はい、恋人になるための試験なのか何かね、うんうん、で、吹田市ラジオネームシーシスさん、シーシスさんシーシスさんです。カエルに生まれ変わった僕、うんうん、この辺りかなと思いますが、うん、どうでしょう、うんうん、あのスズメさんは初めて、宇治市スズメさんは初めて、いや送ってきてはくれてますけどラジオドラマは初めてかもしれないですね、はい、これいく恋人試験ちょっと面白そうだね。そうですね、うん、まあ、今回はちょっと受験というかかってますけども、はい、来週もじゃあ恋人試験、うん、はい、まあ、実際にはない試験やとは思いますけども、うん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 、どういう試験になるのか、はい、じゃあこれしましょう。すずめさんの送ってきてくださいました、はい、恋人試験で来週ラジオドラマお届けします。お楽しみに、はい、以上ラジオドラマナイトのコーナーでした。プリマダンナの今夜も嫁がないと、 KBS 京都からお送りしています。 絵空ごと罰ゲーム実験しないとずー、違う違う、実験しないとパニック、ナイトズー行ったことあります？ ないよナイトパニックです。さあ説明してください中地。さあこのコーナーは新しい罰ゲームを考えて試してみようというコーナーです、はい、ですね、コーナーできるんじゃないかなという絵空ごとのような思いつきの罰ゲームを一人ずつ発表しました、うん、先週発表したんですよね。はい、そうですね。でそれらの案をできるだけ、まあ、現実に近い、できることに近いように形を変えてやってみようという罰ゲームを試してみるコーナーですね、うん、ですね、はい、で誰がその罰ゲームをするのかというのは、はい、ここにあるワニワニパニックで、はい、決めます、はい、で見事噛まれてしまった人は、うん、来週決まった罰ゲームを実現してもらう、はい、ということなんですけれども、うん、もう思いつきで何でもいいですよね。何でもいいです、はい、リスナーさんからも募集していますが、はい、本当にこう実験しようがないくらいの絵空ごと罰ゲームを考えて、うん、そこからまあできるだけ近いものをやるという感じです、はいはい、先週ワニワニパニックで負けたのは河野さんです。僕です、はい、なので、はい、河野さんが先週決めた絵空ごと罰ゲームをチャレンジ、はいはい、先週は電線の上を歩く罰ゲーム、はい、中地が出した罰ゲームね。そうなんです、電線の上を歩く、はい、今回は実際に歩くのは無理なので、はい、こんな形にしてみました、はい、電線下、うん、パンストの上を歩かれる、うん、なるほど、電線をかけたわけね、パンストの電線と、はい、電線の上を歩くは、うん、電線下パンストを河野さんが入って、その上を歩かれる、歩かれる、誰かに歩かれる、まあ、もう8時も夜回ってるからちょっとお色気路線よね、いや誰が俺のパンスト姿見たい、パンスト姿、河野中地が履くやったらまだしもやな歩かれ、ちょとりあえず履こうか、ほんならそこにあるんで、うん、電線してます、すでにそのパンストは。ちょっと僕だいぶね、はい、気持ち悪い姿になると思うよ。なんでですか。いや僕結構ね、はい、毛が濃いんですよ、下半身が異様に濃いんですよ、はい、マジっすか。いやちょっともうちょっとフォークで言ってくる、ね、私隣で脱ぐのやめてくれません。何やねんな、やっぱ嫌やから。下半身がねリアルエイプなんですよ。早く着替えてください、早く着替えてください、猿みたいなすごいでしょ、何なん、すっごい毛入ってます、めちゃめちゃ毛濃いんですよ僕、本当に撮るな写真を今パンツ姿ですからね今年は少ないですよって言うてる年の青さぐらいあるでしょうわこれ、あすごい、そうじゃないこれ、どう履くんやこれ、ちょっと私ゾッとする、今ちょっと寒いボタン鳥肌立つ、これ抱かれてる人いますからねちょっとそんなひどいこと言うなよ、この距離で直視できる、うわすっごいな電線、ひっそひっそってなんや、ちょっと見てられない、ひっそいな、ひっそいなんて言葉ないやろ、ちょっと待ってよ、今回パンストが黒でまだ良かったですよね、うわ、一般的なそのベージュのだったらえらいことなってたと思うちょっと気持ち悪い、なんやねん、気持ち悪い、いや中地が考えた罰ゲームやで、これ言っとくけど、なんでこんなんなると思う、すっごい電線してるわ、わあ、うわわわわわわ、そうそうそう、うわわすごい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 、なんかゾッとしますね何いやいや、開いたよ、はい、どう
すっごい伝染してるわ。まだ名前ついてへんイカみたいやで。いやでもだいぶその黒のパンストなんで毛深さはごまかせてますよ。いやでも穴から毛出てるもん、ね、引きすぎやろおい。さあ、罰ゲームはこれで終わったわけではありません。今から中地さんにはこの空いている穴という穴を舐めてもらいます。なんで私がそんな罰ゲームしないといけない。中地が罰やねん。何や罰ゲームって。罰ゲームやんか。それを罰ゲームと言うなよ。罰ゲームどう考えても罰ゲームでしょ。いやで失礼やなおい。1ヶ月引きずるわそんなしたら。この上歩くの。歩けんのこの上。野村さんでしょ。いや体重的に僕はやっぱ男ですから重すぎます。そんな変わらないと思いますけど。中地ほんなら私今日めっちゃ硬いブーツ履いてます。うわうわこうやって。うわ足の裏すごい怖いわ。こう足の裏で結構キーみたいな。なんだどうすんのこれほんまに結構怖い。ブーツ履いてるやん。痛いと思いますよ。結構痛い。ちょっと怖い怖い怖い。いいですか。どこ歩くのこれ。いや私も罰ゲームやんか。怖っ。いいですか。いけてんのこれ。いいの。音も拾えてるの。いいんですか。僕らの声は届いてるのこれ。いけてます。いきますよ。ちょっと待って怖い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 。行くの。いや怖い。ちょっと待ってここすごい痛いわ。そうです。ここちょっとこのもうちょい前ここやめて。ここここ これでいいわ。これでいきますよ。怖っ。ちょっと待って。はい。そうで。いいだだ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 すねがすごい痛い。いいな。痛っ。何やでいいなって。野村さん痛っ。痛いじゃないでしょ。撮れた写真いけます。ちょっとブログでこれ見てもらおう。痛っ。ブログにアップしますから。何なんこれ。ご覧ください。なんだどうでしたこのさ。いやむちゃくちゃ変態のプレイヤー。何なんこれ。いや私も嫌でしたよ。そんな何してんのこれ。めっちゃ硬かったでしょ。もう脱いでいいですか。今脱ぐのやめてくれます。履いてくの。履いてた方がまだマシやから。なんなんこれ。お願いします。3痛かった。でもめっちゃ痛いわ。この罰ゲーム罰ゲームとしてどうでしょうか。いやこれいや罰ゲームとしては成立してますよ、うん、すごい痛いし恥ずかしいし、うん、これがこんなんが毎週続いてくれんな。もうでも覚悟してやる2人とも。はい、うん、これだから来週もこれ罰ゲーム決めるから、うん、どんなん来るかわからんからねほんまに。はい、ここで適当に言ったことがこういう風に変換されて罰になるんで、うん、ちょっと決めようや来週の罰。はい、一応リスナーさんからも届いてますからそれ紹介しましょうか。はい、はい、まずですね、京都府ラジオネーム次男さん。はい、罰ゲーム侍に切られる。うん、空ごとやな。いいですね。京都府ラジオネーム桃栗三年だ Z さん。はい、罰ゲーム国際宇宙ステーションからスカイダイビング。わあいいですね。うん、空ごと感が。森山シックスさん、滋賀県の方ですね。走行中の10トントラックに正面からの体当たり。危ない。うん、ああ無茶なものを皆さん送ってきてますね。はい、このあたりですけども、はい。他にも皆さん考えてますかお二人。はい。はい。はい、河野さん。僕いいですか。はい。僕マリオカートで。ドッスンあるじゃないですか。はいはい。てか漫画とかでボーンって踏まれて紙状にペランペランペランってなる。あれ今日なりかけてましたけど、ね、もう薄くなってもらう。また踏まれんじゃんかもしれない。今日もう結構ペランペランペランって漫画とかで紙状になる時のあの状態になってもらう。うん、私あ、うん、私先行きましょうか。はい、駅の、うん、時計を30分遅らせる。すごいことなんでそれ。もうダイヤ乱れるで。そうなんですよ。絶対あかんやそんなことしたら。だからもう罪ですよ。ほんまにあった罪ですよ。そうやね、うん、はい、ほんま絶対やったか思うんだけどな。まだ罪なんですけど、うん、それをやってくるという罰ゲーム。エソラごとですから。なるほど。野村さんは。僕はダールマさんが口論ダーツ。おダールマさんが口論ダーツ。ダールマさんが口論ダって振り返るときに鬼がもう振り返りの勢いでダーツ投げる。うわ怖い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 。鬼がって何。じゃあ固まってる方に刺さるかもしれないということで。めっちゃ怖いやん、うん、パッと見て、うん、どれします。どれする。だるまさんが転んだーつはなかなか五感もいいですけどね。この場合誰だ。だるまさんが転んだーつ、うん、だ負けた人が進んでいくわけですよ、うん、デンするまでね、はい、タッチするまで、はい、ね、うんうん、で日本地図持っておきましょうか。はい、で、はい、パッてだるまさんがコーロンダッて投げて刺さったところに、うん、あの村人探しに行く。ダーツの旅やろ。所さんのやつやん。笑ってこられてんでしょ、うん、どうぞ。いいよ。だるまさんがコーロンダーツはだから負けた人が歩いて行って振り返って、うん、
ダーツ投げられる、うん、そうでしょうか。まあ、ダーツは刺さんの危ないですか、まあね、も物を変えるのか、はい、そこはだからこれ考えてくれますから、まあ、それはどうなるかですね、うん、はい、組み合わせ、ね、そういうのしましょうか。はい、ありがとうございます、ね、リスナーさんも送ってきてくれてますけども、はい、サボ台に切られても面白かったですけどね、うん、はい、まだ随時送ってきてください、お願いします、お願いします。じゃあそのダールマさんが転んだダーツを来週する人決めましょう。はい、このワニワニパニックで、はい、今開いた、ね、ワニの口が開きました。さあではじゃあ俺から行くわ、バスケだから。そうですね、負けた人から、いい、はい、行きましょう、はい、それでは3、2、1、おっしゃ、セーフセーフセーフ、はい、次私、僕行きましょうか、はい、はい、どうぞ、はい、行きます、3、2、1、おーい、怖いわ、マジで嫌やで、これ私行きます、中地、はい、3、2、1、おセーフ、いきます、はい、3、2、河野さんです、1、おっしゃ、セーフ、少なくなってきた、いきます、野村、3、2、1、うわー、セーフ、中地、3、2、1、うせやん、セーフ、河野、河野さんいきます、3、2、1、当たって、やろ、燃えて、河野です、燃えて、河野さん来週も罰ゲーム、2週連続やんけ、ダールマさんがコーロンダーツ受けていただきます、どう公平ですもんね、そうですね、まあ、そうやけどどうなんのダーツって、怖いわ、もう高級とかねあかんやろおい、高級投げてこんなよ、メジャーで実際に使用されてる高級、危ないって、そんなも頭かち割れるやろで、あの濃紺の僕が思いっきり投げます、いやそれ他のとこに迷惑かかるて機材に当たるやろ、さあどうなるんでしょうか、どんな罰ゲームになるのか、ダールマさんがコーロンダーツ楽しみにしておいてください、はい、皆さんもですね、まだまだ絵空ごとな罰ゲーム、うん、出してきていただければと思いますので、お願いします、よろしくお願いします。以上、描け絵空ごと罰ゲーム実験しないとパニックのコーナーでした。プリマダンナの今夜も嫁がないと、 KBS 京都からお送りしています、オーナイトギナイトリナイト悪しきっしょ目はもう俺の足元がまだ残ってるわ、チカチカする目が、ちょっとインパクトありましたね、しょうがないやん、毛深いのは、夢に出てきそうな感じの、引きすぎやって中地、いや河野さんね、うん、そんなんやったんですねさあ中地さんが弾いてる中、大喜利のコーナーです、はい、行くな行くな行こう、リスナーさんから大喜利に対する回答を募集しまして、はい、リスナーさんの回答で、はい、河野さんと私が一番いいと思う回答を選び、それを勝負カードとして、うん、プロの芸人である野村さんの回答と対決するというコーナーです、はい、野村さんに勝つことができればステッカーをプレゼントしています、はい、今日のお題は25股中の男トールが突然浮気をやめた、うん、なぜ、はい、浮気をやめた理由を送ってきてくださいということですね、はい、さあということでいきますか、はい、じゃあ候補からどんどん紹介していきたいと思います、うん、京都府ラジオネームももくり3年だ Z さんからいただきました、はい、25股中の男トールが突然浮気をやめたなぜ、 LINE のやり取りで時々卒論という単語を使い浮気が発覚したから、もう自治ネタですよ ね、 自治ネタが来ました、うんうん、まあまあ一つ目の答えとしてはいいんじゃないでしょうかね、はい、ちょっと余裕でせんべい食わない、せんべい食うなよ聞いとけよリスナーさんの答えを、うん、大丈夫か、うん、もう決まってんのか答えは、余裕出てんねんな、答え出てる、出てんのか、ほんまに出てる、あ出てない感じ大丈夫か行きましょう、じゃあ続いて、京都府ラジオネーム次男さんからいただきました、25股中の男トールが突然浮気をやめたなぜ、トールをやめサオリとして浮気を始めた、うん、もう女性になって性別変えて、はい、トールとしての浮気はここまでやけども女性となって次の新しい浮気を始めたのでっていうことね、で続いて、はい、愛知県ラジオネーム水星石のマスターさんからいただきました、うん、25股中の男トールが突然浮気をやめたなぜ、2週間後の未来から来た自分に浮気がバレてボコボコになると言われた、うん、ちょっと予言的な、そうそう未来から来てやめとけよこれ以上浮気したら危ないぞという
こと言われたんでやめたというね。ボコボコにされるのは嫌ですね。ちょっと SF タッチな感じでございます、はい、もう一個ね、はい、SF なんですけど、うん、こっちの方がぶっ飛んでたんでもう一個紹介します、はい、大阪府ラジオネームたぬき鍋さんからいただきました。25股中の男トールが突然浮気をやめた、なぜ。実はトールは宇宙人で、次浮気したら宇宙に強制送還されるのでやめた。一番ぶっ飛んでましたね。SF ですね。実はトールは宇宙人でっていう入りがもうぶっ飛んでますんで、一応紹介させてもらいました。限界まで楽しんだ感じですね。さあ候補は今日はこの辺でしょうかね。はい、大丈夫でしょうか野村くん。はい、うん、じゃあ勝負カードいきましょうかね。はい、僕が選んだのは今週は兵庫県ラジオネーム車で3年3でございます。いきましょう。25股中の男トールが突然浮気をやめた、なぜ。25股目の女がまあええ女。おー、うん、いい理由です ね、うん、このまあええ女ってこのまあの書き方とか、まあ、ええ、ここがすごく響きました。文字で見てもこの呼び方やなとすぐピンときたんでまあええ女です。まあ、25股目のね女、もうこの女やと決めたということですね。24人目までに失礼ですけど、ね、まあだいぶ失礼な話だけどな。ああでもまあええ女、まあ、これは面白い答えですね。いい理由ですね。では、はい、中地はどなたでしょうか。なんかこう限界が見えた感じが面白いなと思ったので限界、ラジオネームないないの後輩さんからいただいた、うん、回答を選びました。わかりました。では行きましょう、はい、25股中の男トールが突然浮気をやめた、なぜ。2番目と23番目の女性が一緒。なるほど、もうごっちゃなってきてるやん。もう初めましてって23番目の子に声かけたつもりだったんですけど、2人目2番目の人だったんです。全然わからない、記憶力がもうぐちゃぐちゃなってるから。そう、多すぎてね、多すぎてね、どれがどれかわからんようになっている。もうそうなったらやめようってね。そうなんですよ。2番目の人もおかしいな、何が初めましてなんやろと思ってるんですけど、うん、まあお付き合いはしてて、うん、20 2番目と何番目って23番目、23番目やろ、これごっちゃになったけど、はい、そっから2人行ってるんだよな、はい、24、25まで行ってるというね。いや、だんだんごっちゃになり始めて、うん、ちょっともうあかんかなみたいな。なるほど、はい、さあいい答えが出揃った伊藤 D もうなずいております。プププよっ、ちょっとバカにしないでください。プープーで折れるのかどうか行きましょう。野村くん、はい、25股中の男トールが突然浮気をやめた、なぜ。100股のたかしから30超えたら楽しないって聞いた。なるほど、上には上がいた。なるほど、たかしという強者がいたね。ほんまにも一緒やで。なるほど、あと70。なるほど、30股以上。ほんますか。やったらもう25股でもやめとこうという。先輩なんや。ほんますかって。さあ、まあ判定するのは伊藤 D ですから、はい、誰の答えが響いたのか、うん、よろしいでしょうか。それでは判定お願いします。お願いします。野村くん、なんでさ、俺と勝ったらさ、なんか嫌な感じになるもん。いや、それは私たち負けたってことですか。そう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 、悔しいなっていうリスナーさんと同じ気持ちですから今日は。もちろん、むしろ野村さんがね、よしって言ってる感じじゃないですか。全然いいやで。よしというか、まあ、勝って当たり前というスタンスやからね。まあね、うん、いや、まあそうなんですね。今日は野村の勝ちやな。うん、俺が判定した。あんまそんなん言うなって。そんなん言わんない。送ってきてくれてんの。私は自信ありましたけど結構。いや、あんまそんなん言うなって。送ってきてくれてんの。何急に相方褒めてるんですか。俺もう光栄な一回、じゃあもちろん応援してるね、はい、一回光栄な私まで見た時に、うんうん、それはもうスポーツマンシップやから。あ、なるほど、うん、相手が強かったと認めるということでね。そうなんや、いい答えやったな。面白い答えでしたから。でもたくさんね送ってくださって本当にありがとうございます。ありがとうございます。来週こそ頑張りましょう。来週のお題です。はい、こんなレディーファーストは嫌だ、どんな。ほうほうほう、はい、こんなレディーファーストは嫌だ、どんな、うん、という。どこまで過剰なのかってことだね。うん、うん、それはやりすぎちゃうかっていう答えもあるやろうし、ちょっと勘違いしてるんじゃないみたいな、うん、っていうラインなんかな、うん、レディーファーストですから。はい、皆さんどしどしご応募ください。お願いします。以上、オーナイトギナイトリナイトのコーナーでした。紅の豚。ええわ、もう。いいよ。ブンツブンツブンツ。いい。ほら。ブンツ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 。ちょ、よだれ出てるやん。プリマダンナの今夜も突がないと。KBS 京都からお送りしています。
未来の奥さんにこれ言ってもらわないと。このコーナーは桜ホテルモザイク、桜ホテルレジェンドの提供でお送りします。はい、お願いします。お願いします。お願いします、ね、ポタポタ焼き食べてるのバレるとかバレてますけど、私たちには ね食べるなって、はい。このコーナーは、はい、僕が毎回妄想のシチュエーションを考え、その妄想に僕が入り込みます、うん、泊まります、うん、田舎に、お宿です。雪の宿、白い甘いお砂糖がかかっておりますが、うん、今僕が食べてるのはポタポタ焼き。食うなって、食うな、何の説明をしてんの。はこのコーナーの説明をしてっつってんの毎回。お前が読めよ前が読めよ。じゃあ読みましょうか。だから言って、このコーナーは野村くんが毎回妄想のシチュエーションを考え、その妄想に野村くんが入り込みます、泊まり込みます一泊二日です。ああごめん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 、そんなつもりなかったあなかった、そんなつもりなかった、そうなったよ、ごめんなさいごめんなさい、ごめんなさい。未来の奥さんに言ってほしい一言を、はい、中地に言ってもらうっていうコーナーね、はい、妄想を叶えるコーナーです、はいはい、ありがとうございます。どんなシチュエーションでしょうか。今回ですね、僕はもうとにかく朝起きるのが苦手なんですよ。もう起きれないんです、うん、もうこれ学生の時から目覚まし時計でも起きないし、はい、人に揺すってもらうが何しようが起きないんですけど、うん、ある一個の方法だけ起きれるんですよ、うん、でそれを僕と長いこといる人は分かってるんで、うん、もうだんだんおのずとこうなってくるんですよ、うん、っていうので、うん、まあ、久しくね、のむちゃんそういうのとんどないから、うん、あれもう一回聞きたいなっていうね、うんうん、いや言っててもらってたことやろそれ、うん、でもいや なおかつ、うん、やっぱり奥さんには言ってほしい。いつかやってほしい。奥さんにも、うん、野村を起こす方法の一言があるわけね。そう、なるほど、うん、行きましょうか。どんな感じなんでしょうか。それでは行きましょう。一回無視されてた。いやで、じゃ別に分かるやん、相手でそれ無視じゃないやん。行きましょう。一回見て、音鳴らんから、それで行きましょう。もう一回ちゃんとな。いや、俺が分かりにくかった。俺の言い方が分かりにくかったから。無視されてた。何やでおい。無視したんすか。無視したん。それは違うの。ノーナさん無視されてた。分かりやすくもう一回打っただけですから。それでは行きましょう。あぶね。雨虫。ごめん翔ちゃん、起きて、ほんまにごめん、二度寝してもうた。うそおはよう。どこでどこでやった。嘘おはようまでな。嘘おはようまで。嘘おはようまで。嘘おはようまで。確認したよな、ね、でも。全然全然。あるよ、それはあるよ、それはあるよ、そういう日もな。あるよ。なんでごめん。ごめん翔ちゃん起きて、ほんまにごめん、二度寝してもうた。ってでもみんな二人で寝坊した。なるほど。そう。で叩き起こされるんですよ。で僕それは起きるんですよ。うん、仕事ってので。やばい。やばい。うちょっともう頼むわとか言うてて。嘘って言われて、うん、え嘘っつってどっち、うん、えって言って携帯僕は見てんのを見て、うん、おはようってパターンと、うん、おやすみって言ってこうもう一回寝る、あ向こうが寝るパターンああなるほどね、ちょうもーって言ってコーヒー入れる。ああいいですね。確かにこういう焦らされたら起きるもんな、うん、あっ赤赤どうしました。俺赤どうしました。泣きそうや。なんで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 。当時思い出してしんど。昔の女の子思い出してな、ね、ありがとう。見え誰に言ってんの。未来の奥さん、ありがとう。未来の奥さんですけどね。そうやね、関係ないからだ。過去の彼女、過去を引きずってこのコーナーやんのやめてね。うっさいねお前過去の彼女を引きずったらダメですよ。久しぶりちゃんって言われたらうっさいねお前って。うっさいねお前。過去を引きずらないから。だからですよ、昔の人を悪く言うんではなくて、昔の人が素晴らしかったと改めて、結婚してもおかしなかった人たちしか僕の過ぎ去った女の人たちそんなにいないんですよ、そういう人しか、うん、なんでじゃあ。でもこれから出会う人に失礼でしょ。なんで過ぎ去ったか、みんなパニック起こした。こんな大変だと思わなかった。じゃあそれ反省して帰ってですね、次出会う人にはそれをさせないようにしてくださいよ。うっさいねお前。関係ないやろ。ほっといてくれよ。いやいやいや、このコーナー一緒にやってるからな。そうですよね、未来の奥さん。そう、ね、過去を引きずらないでね。諦めないでね。
マヤミキさん関係ない。そう、はい、ということで桜ホテルモザイクは白川通り宝ヶ池バス停西側にあります。はい、桜ホテルレジェンドは西王子今出川上がる一筋目東いる南側にあります。はい、ここ合図地なんで詳しくは桜ホテルレジェンド、はい、桜ホテルモザイクのホームページをご覧ください、はい、お願いします。以上未来の奥さんにこれ言ってもらわないとのコーナーでした。プリマ旦那の今夜も嫁がないと KBS 京都からお送りしています。ワンステップビューティーめっちゃいい、めっちゃいいの前にね、ま、ワンステップビューティーのコーナーです。はい、綺麗になりたい女の子、おしゃれになりたい男の子を応援するこのコーナーでは、はい、ヘアスタジオアルスの方にお越しいただきまして、髪の毛やスタイルのあれこれをじっくりお伺いしていきます。今日はアルスの山本さんと先週もご出演いただきました、はい、カットモデルのみゆきさんにお越しいただいております、はい、よろしくお願いします。めちゃめちゃいいやな、いやいい、すごい大変身なりました。ありがとうございます。ほんまですよ、雰囲気が明るく変わられました、ね、ちょっと気持ちも明るめにね、なりましたよね、やっぱどうですかその第一印象、その変わった髪型見て。まあすごく気に入りました、ありがとうございます。素晴らし い、なんかお店がすごく忙しそうだったんで、なんか、うん、あ申し訳ないなとか思いながらさすが繁盛してますね、山本さん。ある繁盛してます。まあまあそうなんやね声のいやでもすごい、ね、でも今ね言ってくれた方みたいな雰囲気が全然明るなってんのと、はい、その実際にちょっとシュッと見えへん、はいはいはい、はい、選手より、そう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 、でそういうのを含めて10個ぐらいは込めへん、なんか10個ぐらいちょっとあれが、ね、うん、正直パーマとちょっとねかけてね、うん、そう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 、なんか若くなったって感じ本当にします、うんうんうん、これちなみにね選手来ていただいた時に出たお子さんとかもう目にされたんですか、うん、まだです。あ、まだ帰ってからじゃあ、そうですね、これからですね、はい、いや驚きますよ多分うんね、絶対可愛いって言ってもらいます。でもすごいのが選手はあの、まあ、結構な距離のところに住んでないんやけど、はい、自転車で来たんね、ここまでそう、まあ、電動やけど、はいはい、電動言うでもここは遠くかへんねいや、うん、元気ですねそれでも、ね、いや早いねんけど今日は綺麗に元気ですよ、ね、いや自転車で来るってなかなかだね大変でしょ、今日はなんと綺麗になったらご主人迎えに来てくれるって、はいはい、うん、あらあらめっちゃハッピーいいなで、その時じゃ見てもらうと2人で帰る、はい、無だな、楽しいですね、いいですね、でもあの選手とかもちょっと言ってたと思うけど、ほとんどレイヤーとか段が入ってないようなおかっぱっていう風な、うんうん、あのスタイルで、しかも癖毛なんで、うん、頭の角っていうか鉢がね、はい、張ってしまいやすい、うん、からそこをどうしてもこうくくってしまう、うん、で上だけくくってしまってとかっていう風なスタイルにすることが多いって言ってはったんですけど、はい、でパーマでその部分ちょうど鉢の部分は逆に緩いストレートパーマ、うん、でそこから先耳ぐらいから下にカールを大きく当ててるっていう風にね、うん、自然に見えるんですけど、うん、その頭の鉢の部分っていうのはストレートパーマが緩く緩くストレートパーマを当ててる感じで、で最終的にフロントの髪の毛の量をちょっとだけ増やして、はい、そのちょっとこう深く増やしたところの部分の根元をピュッとこう立てると、はい、鉢が収まって頭のてっぺんが高く見えるんで、うん、鉢が逆に何もないみたいに見えるでしょ。あ、そのちょっとの毛束がピョンとなってるのがそう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 ポイントなんですね。ボリュームが出ると、そこが出るとここが何にもない人に見えるじゃないですか、はい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 、でもあれが潰れるとやっぱり骨格がそのまま出てくるので、あ、じゃあ台形じゃなくて山形になるんですよね。そう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 てっぺんが、わー、でもすごい顔、毛先にちょっとだけ動きをつける、うん、ことでサイドのこうボリューム感をちょっと出してやると、ちょうどそのフロントを深く切った部分の根元が1センチ弱ぐらい立ってる部分からサイドに向かって三角に見えるシルエットに出来上がって、でこのちょうど口と顎の間ぐらいから下に向かって
ちょっとすぼまってくるようなグラデーションというかを入れて、それに軽くパーマ当てることで動きがすごく見えやすくなって柔らかく見える。すごい。なんかこうスタジオに入ってこられて、まあ、歩いてるのはもう5メートル6メートルくらいなんですけど、それだけでも毛先がふわふわふわっとこう動くっていう、だから軽やかな感じです。スプレーとか類とかも軽くしか振ってない、ね、へえ、うん、あまり強く振るよりそうやってこう歩いてふわふわふわって動く、浮く感じがすごい綺麗なんで、でそれがすごい優しい顔してはるでしょって先週言ってたと思うんやけども、すごい優しいけれども大人っぽく上がってるでしょ、うん、でも若く見えるでしょ、はい、いいとこばっかりですね。すごいパーフェクトです。そう、いろんなとこ引き出す感じ で、うん、でめっちゃ可愛い。可愛 い、 いや、そうですよね。一番の印象は可愛いですね、うん、パッと見て、うん、ありがとうございます、可愛くしていただきました大人可愛 い、 ですね、いや確かに、うん、そうですね、うん、でも子供っぽくないっていうのが、ね、うん、旦那さん驚きますかね。どうでしょう楽しみにしてらっしゃいました。今度はあのまたこのメッセージ入れますね。ああ、ほんまですか。ぜひぜひお願いします。旦那さん、息子さんね、ご家族のですね、うん、いやいいですね。なんかいろいろ癖、ちょっと癖毛だっていうのも悩みだっておっしゃってましたけれども、それもなんかこう簡単に治るんですね。そうなんです。だからそのちょっとしたことで、あ、そうなんやっていうぐらいのことで、一遍美容師に相談してみると治ることってかなり多いんで、自分で悩んでることってそんなにも悩むことじゃないよっていう。確かに自分だけど分かんないですもんね、癖毛なんですけど、まあ、どうしてええんやろみたいな、やっぱ聞くと、うん、あ、そういうことねってなるような、うん、プロのアドバイスですよね。すごいな。これあのみゆきさんね、お子さんに変えてから見せられるっていうので、うん、あの多分、まあ、ほとんど、ね、同世代の多分お子さんと僕たちが、うん、その年を、うん、あ、まあまあ、あの、で言ってしまったら、もちろん僕らの方が上ですよ。もちろん僕らの方が上ですけど、まあ、大学生ぐらいのね。めちゃめちゃ言うな。大学生ぐらいのお子さんでしょ。だから僕らも、まあ、ほぼほぼ、まあまあ、まあ、20代後半ですから。卒業してますけどね。大学は、当時卒業してますけど。で、一つ言っておきたいのは、10代ですよ、息子。あ、10代ですよ。ほな、また。ちょっと全然違う。一回りが。全然違う。今ちょっとびっくりしちゃいました。失礼しました。一回りね。で、お子さんにね、見せて、まあ、反応がね、多分ちょっと僕もうちの母が髪型変えてんけどどうっていう時にね、素直にちょっと褒めれないですね。ちょっと照れもあるし、思春期とかね、あるから、多分あの口ごもってるぐらいがちょうどいいっていうのだけは口ごもったかどうか、お母ちゃんええやんっていうこのね感覚が。でもお母さんにも、もしも髪型変えた時は、はい、褒めてあげてください。もう母は何にも言ってくれないわって思っちゃうんで言うべきですよね。でも髪型変えて、うん、ね、久しぶりっておっしゃってましたから。そうですね、うんうん、まあでも反応ちょっと楽しみですよね、うん、どう、はい、今までと違うっていうね、うん、でも母親って息子に褒められたらめっちゃ嬉しいみたいな、うん、あ、でしょうね。でもね、だからお客さんとかみんな息子が褒めてくれたんよって、旦那どうでもいいかもまあね、娘とかね、女性同士はね、そういう髪のこととかファッションのこと喋るけど、うん、そうそう、本当初めてで、ね、息子が褒めてくれたの初めて。うわ、さすが山本さんですよ。さりげにちょっと自慢してるけどいや、そこはもうプロです、うん、もう楽しみにしてください。みゆきさんの変身ぶりというのは、はい、ホームページにもまた後ほどアップしますので、うん、はい、本当に大変身していらっしゃいますから、はい、めっちゃ可愛いな、ね、うん、可愛くなってます。ぜひチェックしてください。そして私も僕も変わりたいと思った方はですね、はい、カットモデルもまだまだ募集していますので、ぜひご応募いただければなと思っております。よろしくお願いします。このコーナーではカット、パーマ、カラー、トリートメントなど髪についてのご質問も受け付けておりますので、どしどしお送りください。ヘアスタジオアルスは御池店、北山店と2店舗あります。詳しくはネットからヘアスタジオアルスと入力して検索してください。今日はアルスの山本さんとカットモデルのみゆきさんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。プリマダンナの今夜も突がないと、 KBS 京都からお送りしています。さあ、それではステッカー当選者の方を発表します。はい、まずは堺市ラジオネーム長ウディさん、摂津市ラジオネームフラワンヌさん、そして八尾市ラジオネームマーベリックさん、以上3名の方にプレゼントします。はい、はい、ありがとうございますちょっとプレゼントです。プレゼントします。
お楽しみにしてください、はい、さあ、メールも届いております。今日のテーマね、異性の驚いた一面ですけども、はい、大阪府ラジオネームたぬき鍋さんからいただきました、はい、プリマダンナのお二人、中地さん、こんばんは。こんばんは。異性の驚いた一面ですが、体型ががっちりしている男性が虫が苦手だったことに驚きました。電車に乗っている時、車両に小さいトンボが入ってきたのですが、席にいたがっちり体型の男性が、うわ、いやいや、こんといてと怖がっていたのです。男性イコール虫は平気というイメージがずっとあったので、その姿を見て少し引いてしまいました。皆さんは苦手な生き物はいますかと。虫は確かに嫌ですよね。虫はな、むしろ男性も嫌な人、いや嫌やな、ほとんど嫌ちゃいます、ね、都会っ子ですし、うん、平気じゃないよな、うん、やっぱゴキブリとかはやっぱ無理やもんな、ね、虫取り僕一回見たことないですよ、ちっちゃい頃も、ちっちゃい頃も、ちっちゃい時から苦手やから。そう、野村君もめっちゃ苦手なんですよ、うん、そう、だからうちのじいちゃんがそれですごい一回怒って、うちの母親にね、うん、母親のお父さんなんで、広島の方でね、うん、お前のそのあれがあかんのやつって、うちのお母ちゃんに、うん、お前が子供の前でな、こうやってうわー言って騒ぐから子供が怖いもんやって認識をするんや、なんで私そんな言われなあかんのよってお母さんがね、当時言ってて、いやそうや実際っていうところに、タイミングよく虫飛んできて、うん、で僕と兄貴はもううわーってなってるんですよ、うん、でお母ちゃんもいやもう部屋もうって、でおじいちゃんはなんかだからそれや、うん、いかんのよお前のその態度がっつった時に、虫がじいちゃんの顔をめがけて直進したんですよ。おっって言ってやっぱさすがにね、さすがにそれはなんぼなんでも急には、いやな、おっって言って、僕もだって家ゴキブリ結構出ますもん。ほんまに夏場とかよう出てて、うん、パッてテレビ見てたら自分の肩にゴキブリだったもん。もうそんなとこ引っ越せ。ほんま虫の話になるたびにね、普通に僕のマンションめっちゃ出るんですよって毎回言うんですけど、いやね、出ろよそんなマンション。大野さんのうっかり具合もすごいですね。気づかんねんってゴキブリって、意外と気づいてくださいよ。なんか俺のこと肩にゴキブリとか、そんなじっとしてたんですか。ちょっと気をつけます、うん、はい、滋賀県のラジオネーム森山宿さん、はいはい、河野さん、野村さん、中地さん、こんばんは。こんばんは。今日のテーマ、異性の驚いた一面。初めての海外旅行は会社の同期の男女数人で行ったグアムでした、はい、当時は日本でも大流行していたフランス映画のエマニュエル夫人、うん、グアムの映画館でも上映されていました、うん、みんなで入ったら日本人観光客ばかりでした、うん、と思いましたけど、その疑問はすぐに解けました、うん、そうです、あの主演女優のシルビア・クリステルの無修正版でした、うん、上映中はため息やら唾を飲み込む音が聞こえてました、うん、私もその一人でしたけど、同期の女性たちは平気な顔で見ていたので驚きました、うん、はあ、ま、日本では流せないようなものが向こうで流れてたから、やっぱ日本人は食いついてみんな見に行ってたってことか、うん、まあ、旅行来たし、まあ、それだけで行ってたしょ、どんなことか分からんけど、たまたま、いや、エマニュエルの無修正版こっちすごいぜみたいなのがあったんでしょうね。お父さん同士の社員旅行とかやったら、うん、男女で行ってたん、それ。これに関しては森山宿さんは当時その会社の同僚の女性陣とも行ったと、うん、女性も多少ドキドキしてるんじゃないですかね、うん、ドキドキというかさ、そのちょっと気まずくなったりせんのかな、どういう体で見んやろな、その女性とそういうのを、いや、まあ、あったよ昔とかさ、あのバカ殿とかでもさ、はい、そういうシーンがちらっとあった時に、うん、家族でご飯食べててちょっとドキッとするみたいな、別に誰が何も言うわけじゃなく気まずくなる、そう、なんか別に全員が誰がこれ触れんねんみたいな状態になってて、うん、それの感じかなってめっちゃ思ったけど、一緒に行ってもでもエマニュエル夫人は私、まあ、見たことないんですけど、結構そういうセクシーなシーンはあるって話題でしたから、うん、それ言ってる時点で、まあ、まあ平気なんじゃないですか、まあ、大人やからか、もう社員旅行行くぐらいやったら、うん、男性は逆にドキドキするんかもしれないですけどね。そんなのがあるんですね。堂々とされてんのも嫌ですけどね、なんか、うん、何を堂々とされてる、いや、もうちょっと気まずくなってほしいですか、エッチなんとかもね、あなんか凛とされてても嫌じゃない。見て、えってな、そうやな、女の子は、うん、でも脳内は多分 どうしたらええねんってなってるかもしれないですよ。恥ずかしいわな、うん、だからといってそわそわするのも恥ずかしいし、固まるリンみたいな。それね、ごまかすしかないもんな、しかないみたいな、
それなんか一個一個の発言がこれ気をつけなかくなるもんな、そういう時って、うん、なんか 変に取られちゃう、取られたんちゃうかなみたいな、そうそういう時の男のちゃうでが一番情けない、そうちゃうで今のちゃうで、そうやね、そういう意味そういうのちゃうで、そういうのを見てて、例えばトイレ行ってくるってこの一言だけがなんか変な感じになってしまう時もあるやん、ほんまにトイレ行くだけかもしれんのに、そ う, そ う, うんってなっちゃうから、何ええちゃうで、えちゃうでって、ちゃうってな、えそうちゃうで、そうやね、こっちそう、そのちゃうでにも気づいてってあるしな、そうこっちが勝手に勘違いしてちゃうで言ってるけど、うん、ちゃうでって何のこと、うん、もうだからそれをちゃうでをごまかすためだけに入れたクラムチャウダーがありましたもん、どういうことですか、どういう時今日はこの話でお別れになります、チャウダーね、来週も金曜日クラムチャウダーが飲みたかったのね、それでは今日はさよならです、あクラムチャウダーでもなかったまで言ってんねん